どうも皆様お元気でございましょうか。僕はとても元気でございます。さあということでございまして、本日も、私元気いっぱい、フル癖大好きな素晴らしいゲーム、大好き大好き人間ネットタレントゲームタレントドグマ風見とともにですね、ドラッケン完全攻略2日目お届けいたします。おじさん、ありがとうございます。まあ正直言いましょう、簡単にクリアできると思っていたドラッケン、まさかのこの2日目延長戦やらなければならないということで、ということで、大変にですね、発売元のケムコさんにも申し訳ないですし、なぜなんだろう、なぜこの新作ゲームがある中こんな古くせえゲームをやって苦しい思いしなきゃならねえんだっていう、そんな気持ちがあるんですけど、やっぱり僕は気づきました。僕は古臭いゲームが好きだ。はい、頑張りましょう。普段火曜日僕休みをいただいてるんですけど、今日は休み返上で皆さんと共に楽しんでいきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。ではああじゃあこうじゃ言っとっても始まりませんので、早速参りましょう。おいドグマ、面白いこと言えよと思われた方、そうです、僕も面白いこと言えてないと思ってます。それではゲーム画面どうぞ。ちょっと普段休みなんで今日ぼんやりしてますけどね、少しこう伊達公子さん並みにスロースターターですけども取り返していきたいと思います。さあじゃあ参りましょうか。皆さんこれすごいのが、実機スーパーファミコン、任天堂さんのスーパーファミコン実機でやってますけども、電源を落とした瞬間にですね、セーブデータが消えるということが恐ろしすぎてですね、この2日間電源入れっぱなしで、やりました。おかげで全く問題がない感じですね。見てください、動作も軽やかですからね、これは。はい、あいいですね、さっさっさっさ動きますから。はい、さあこの 3D ダンジョンゲーム、そしてこの時代にポリゴンを使っているね、珍しいタイトルでございます。名前は絶対に聞いたことは皆さんレトロゲーム好きならあるのにもかかわらず、クリアまでやったことは実際動画とかでクリアを拝見見たっていう人多いかもしれませんけども、実際自分の手でクリアしたっていうのはね、かなり少数派になると思いますので、今日は延長2日目しっかりとクリア見せていきたいと思います。さあでは前回、すいません、この段階でですね、ちょっと税理士の人から電話かかってきました。ちょっとスルーしましょう、個人事業主でね、確定申告の時期なんで、もう何でしょう、この時間はやめてほしいっていうのね。はい、ちょ明日かけます。はい、行きましょう。ちょうどねパシャンとね、アーケン王子の城の扉を閉められたところで税理士から電話があるということでね、これは税金のお知らせかもしれませんけども、さあじゃあ行きましょうか。アーケン王子という非常に強力な、ドラッケンに前回やられてしまいまして、なかなかですね倒すのが難しいというところだったんですけどもね、改めてどういう敵だったかっていうのを今日やっつけましょうか。やっつけましょうかというか、とりあえず退治してみましょうか。前回ですね、弓矢でチクチク、仲間4人中3人死んで、弓矢1人でチク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 やってたんですよ。で弓矢1人で離れて撃てば相手の攻撃も当たらないんですが、こちらの攻撃が当たってるかどうかわからないというところでですね、配信が終了したんですけども、あのあと7時間8時間弓矢左から2番目のスカウトという人間で1人で7時間8時間ずっと放置したんですが、一切倒せる気配がなかったです。ああやっぱり弓矢一人でチクチクやるのは無理なんだなと、はい、いうことでございまして、しっかりとドラゴンソード装備して改めていきたいと思います。やっぱりね、弓矢一人では自動回復があるのか、そもそも一人ではダメージが入っていないのかが
ちょっとわからなくてね、ダメでしたね。なので今日はやり方としては、まあ、このスタローンは防御は近接でとにかくぶん殴り、カール・ルイスに弓を持たせて、三輪明宏は、三輪明宏ファイアーボールという遠距離攻撃ができるので、このファイアーボールをうまく使いつつ、カルーセル・マキもファイアーボールを使ってポジション取りを少し考えようかなと思います。はい、あのね、アーケン王子というでかい、まあ、ドラッケン、ドラゴン人間なんですけど、うまく距離を取ればいけそうな雰囲気はね出てたんですよね。あの戦術の弓を、先日あの弓を使って7時間やったって言いましたけど、そのねポジション取りが良かったのでダメージはこちらも受けてなかったんですよね。なのでそれをうまくマジシャンの2人がいいポジショニングを取って、ファイアボールで攻撃すればあるいはという気はしてるんですけどね。はい、そのあたりどうなるんでしょうか。とりあえず行ってみましょうか。ものは試しということで、はい、じゃあ行ってみます。ドリームチームですよ。いやー、一体どうなるんでしょうかね。もう目つぶっとってもいけますからね。この2日間寝ても覚めてもこのドラッケンのことばっかり、一切考えてなかったですからね。はい。まあ正直考えたくもないというのが実際のところだったかもしれないですけどね。全然何も他のことばっか考えてました。飲み屋のお姉ちゃんのことばっかり考えてましたけど、ちょっとね、まあ、大丈夫なんですけど、やや体調をちょっと崩してしまって昨日、別に病気とかじゃないんですけど、ちょうどね、あの睡眠不足から来る疲労感に襲われて、今日はねむちゃくちゃ寝たので、今日はもう元気いっぱいなんですけどね、ちょっと多少頭ぼーっとしてますけど、おかげさまで10時間寝ました。ありがとうございます。さあということで、今日は絶対にクリア目指してまいります。 YouTube ライブニコニコ生放送で完全放送です。皆さん最後までよろしくお願いします。早速皆さん YouTube に、初見の大野さん来ていただきました。よろしくお願いします。今日クリアまでやります。やります。よっしゃ、じゃあ行きましょうか。一応ね装備もしっかりと整えてあるので、はい、本当はねドラゴングリーブ、ドラゴンクラス、ドラゴンシールド、ドラゴンヘルムの方が強いんですけど、相手のアーケン王子っていうのが武器、防具壊しの技を使ってくるので、壊されてしまうとこの後の冒険に非常に影響が出てしまうので、ドラゴン系の防具は外して、あえて外してありますので、はい、あのつけてた方が当然守備力高くなるんですけど、すぐ壊してくるので結果同じなので、はい、あえて外してやっています。武器はめったに壊れないのでそのままいきます。では行ってみましょう。アーケン王子戦5戦目だか6戦目です。四角い、あ、ごめんなさい、じゃあこれだけ説明しておくね。ピカピカしているのは真ん中、左から2番目のスカウトっていう職業のカール・ルイスという男がですね、はい、アイテムでですね幻の杖っていうのを装備しているので、敵からの回避率が上がっている状態でキラキラしていると、そう思ってください。なんで姿を隠して相手からのダメージを受けにくいよという状態です。さあでは行きましょう。ゲーム中のねほぼ9割この武器を装備している、防具、杖を装備しているのでほとんど姿見たことないんですけど、じゃあ行きます。あれ間違えた、こっちか。どうなるんやろうな、ごめんなさい、ぐるっと回らなあかんかった。うわー、2日ぶりにやってもこの敵の声がなんかね、昨日、今日もね、今日と昨日の朝方ずっとこの声が頭の中をねこだましてたんですよ、ずっと。うえーうえー、どうもね、このウルトラマン臭がするんですよね、これも。えーえー、さあじゃあボス行きます。来た。これはこれは人間さん、ここでお話をされたい。いや申し訳ない、あにこ部屋いっぱいなんだよ。さあということで、もう一回話しかけると戦闘になるので、僕の戦略としては
話しかけなければ戦闘にならないんです。なんで主人公は、まあ、主人公というかあの戦士はここの位置で直接攻撃をして、でね、スカウトは離れて、ここで弓に装備変えます。でマジシャンも離れた位置でからファイヤーボールを打つ、プリーストも離れた位置からファイヤーボールを打つと、この戦略でいきたいんですよね。なのでこれでうまいこといければというとこですけどもね、いくでしょうか。これでダメだったらレベル上げしましょう。ちょっと有権者に聞くと、有権者疲れとるな。あのこのゲームクリアした方に聞くと、ポジション取りが大事ですということをおっしゃっていただいたのと、レベルが少し足りてないかもしれませんとおっしゃってたので、ちょっとレベル上げるというのも一個ありかもしれないですね。非常に悔しいんですよね。有権者の皆さん、まあ皆さんも有権者の皆さんで間違ってはないですけどねよし、一応コンボも装備していこうか。で、カール・ルイスを間違えた、装備で、はい、でドラゴン系は装備しません。で弓になったね、はい。で戦略がこっちが、パワーという魔法で、タルカジャかけます、バイキルトです。でこっちもタルカジャバイキルトかけながら弓で攻撃します。でこっちはもうファイヤーボール、ファイヤーボールでいきます。さあじゃあいきます。話しかけると戦闘開始。ちょっと待ってよ、よし OK。 おお、ちょうどいいところがある、下水がよく見えて、お前らみたいなドブネズミにはぴったりの場所だよ、いきます。勝つ、いい加減に降参しろ、俺のゾンビコレクションに加われたいのか。へっへっ、ズタズタに引き裂いてやる。来た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 、やばい、もう壊れた、いけるいける、いや壊れる、ダメージめ、これちょっとでも、うー、一人いったでも入ってる入ってる、ファイアボール入ってる入ってる、いけるいけるぞ、入ってるよ、うすくそ、位置取り悪かったかな、位置取り悪かったか、もうちょい、まあ、ただ一個収穫が、今まではもう問答無用に速攻でやられてたのが、ある程度ダメージを与えれたかもしれないね。ちょっと正面すぎたから、もうちょい上か下に移動させた方が良かったかもしれないですね。なんと恐ろしい、ドラッケンの島は止めどなく広がり、ドラゴンの群れがソロを追い尽くす。まあちょっとそうね、負けから学びを得ましたね、これは。そうね、ただまあ今までで一番ダメージを与えれたと思う。レベル上げします、レベル上げするかじゃあレベル上げるか、まあこの城でレベル上げるとね、いいのでなんか落ち込むな、これ落ち込むな。セールス、まあセールスしに行ったらパターンってなんか玄関閉められたみたいな、セールスマンの悲哀をなんかものすごい落ち込むよねこれ。そう、無限湧きするところを探してねやるとね、いいかもしれませんね。いりません、結構です。レベル上げしますか。ちょっと悔しいね、めっちゃ悔しい。他にやり方がもしかしたらあるのかな。まあとりあえずレベル上げようか。で攻略本にはね、攻略本も攻略サイトも位置取りのことはね書いてなくて、まあレベルを上げるか、まああと動画を RTA 動画を調べるというやり方もあるけどね。
まあ一旦ちょっとレベル上げながら対策考えようか。レベル上がっといて問題は多分ないので。いやー強かったな、悔しいな、すげえ悔しい。もうさ、バンバン防具壊れてくもんね、やばいっすね。インフォメーションで見るとスタローンがレベル8、あ、ここ出てるか、8766はまあちょっと低めらしいんですよ。なんで上から9877ぐらいまで上げれれば、まあ、ワンチャンという感じかな、もしかしてね。ほいでね、防具壊れると防具買えばいいんですけど、このゲームの仕様で防具を売っている商人に会うのがランダムエンカウントなので、会えるかどうかわからないというまた煩わしさもあって、本当に防具壊れるとめんどくさいんですよ。もうまた壊れたってみんなね、やってる人は言うと思う、そういうゲーム設計なので、できたら壊したくないんですよね。特にドラゴン装備が壊れるとかなり嫌ですね。もうな、まあその代わり割と防具っていうのは拾えるのでたくさん、まあ早すぎたブレスオブザワイルドとも言えるかもしれないですね。よし、こんなんでレベル上がるのかな、ね、ちなみに前回の放送で有力者の方に教えてもらったのは、ドラゴンソードを全員分、あとドラゴンクラスって鎧を全員分揃えないときついですって言われて、あの裏技で人数分揃えるらしいんですよ、ドラゴンソードとドラゴンクラスを。ただ僕がやった時はなぜかドラゴンソード2本とドラゴンクラス1個しか取れなくて、何のバグか分からずに人数分ねないんですよね、残念ながら。これだから厳しい戦いなんですよね。うまくやるとね人数分揃うんだって。そのあたりがないのが影響しているのかもしれないですね、もしかしたら。これ上行くとボスになっちゃうんで、全員分か3セット取れますか、それもできてないのもかなり影響がでかいみたいですね。で僕からしたらドラゴンソード2本とドラゴンクラス1本もらったのでいいじゃんと思ったんですけどね、うまくやるともっともらえるんだって。やっちゃったね、ものすごい奥深いゲームだよね。よし、うわ、次のレベルまでいくつなんだろう、そういうの出るのかな、出ないか、次のレベルまで、うわ出ないな、次のレベルまで出ないのきついよね。まあいいか、雑談しながらやりましょうか。こら長なるぞ。皆さん明日も配信ありますんでお願いします。明日も配信あるぞ。明日の配信はですね、アローン・イン・ザ・ダークがリメイクが発売されるということで、ちょうどね明日発売されるので、これはチャンス、うちはレトロゲーム中心チャンネルなので、明日 3D オーリアル版の初代アローン・イン・ザ・ダークアローン・イン・ザ・ダークを、クリアまでやります。もちろん明日だけで終わらないので、おそらくは明日と同日という感じになると思いますけど、よろしくお願いします。はい、いや体力頑張って持たせますよ。あら、 YouTuber や VTuber 毎日やってますからね、負けたくないっていうね。ありがとうございます、ピオチョメさん、320ポイントクリアした、期待してます、頑張ります、頑張ります、ありがとう、Thank you です。皆さん、頑張りますので、ぜひグッドマーク、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。え、新作出るから新作やりゃいいのに、あえて初代をやるっていうの、すごいっすよね。これ1体倒したら経験値いくつやねんやろ、見てみようか。効率がいいとこどこだろうね。ごめん視聴者のみんな、
一緒に覚えてもらっていい？32094、32094か、32094。敵がね、勝手に湧く場所をね、どこかわかんないんですよね。どこがあるかな。32094で変わってね。変わってね。ここじゃないな。敵が勝手に湧く場所。しかもまあまあ強いとこがいいんだよね。こいつ経験値なさそうだね。参りましたねこれ。ってなるとある程度強くて、だったら砂漠行ってレベル上げしようかね。砂漠行ってレベル上げするわ。でもね、砂漠の敵がねまた強くて、武器壊しめっちゃやってくるんですよ。もうね、武器壊されるとね、イラ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 するんだよね。もうこのゲーム面白いんですけど、やっぱ防具壊れると嫌なんですよ。ちょっとまたかよみたいな。まあ仕方ない、その代わり拾えるデザインだからね。じゃあ一回出て、まあどっか行こうか。一人だけで戦うと経験値が集中してもらえます。マジ？ってことは残り3人ぶっ殺せってこと？うわー、それやる？よく RTA とかでやる技だよね。 RPG とかだと。ちょっと喉飴舐めていい？さすがにここ最近結構めちゃくちゃさ配信するからさ、痛い痛い痛い。あーなるほどね、そういうことか。他3人ぶっ殺さなくてもいいから1人だけ動かせばいいのか。なるほど。あとね、これでね、このゲームって下の今2人目の上に HP って書いてある上に赤ランプついてますけど、これをおー上がった。今ね、青ランプつけたでしょ。青ランプつけると、あの戦士だけ動かせるので、そうすると彼だけに経験値入るみたいですね。なるほどなるほど。なんで次はスカウトだけ動かせば、スカウトに経験値が集中するってことか。あ、なるほどね。なこれでいいんや。おお、いいのかな。他のやつも攻撃一人に見えるけどね。まあまあいいでしょう。地味やな、地味やな。このゲーム、まあ誰とは言いませんけども、このゲーム一昨日日曜日ずっとやってて、あるまあ、そこそこ有名なゲーム実況者の子から連絡があって、ドグマさんずっと見てました、見てましたというか、音が心地よくてかけたまんま寝ましたって言われましたもん。なんかね、音がいいんですよ。この F 分の1揺らぎ効果みたいな感じで、もの気持ちいいんですよね。気持ちよくて寝ちゃうみたいよこれ。わからんでもない、ヒーリングゲームなんですよ。そう、ドラッケンは実はヒーリングゲームなんですよね。あの俺の声が一番邪魔だっていう、そういう説もありますからね、安眠効果があるんで。なので日曜日の配信最大で YouTube 1600人、ニコニコで350人ぐらい見ていただいてて、まだいたい2000人ぐらいの方に同説で見ていただいたんですけど、2000人中おそらく1800人は寝てたんじゃねえかと、そういうねコメントも少なかったので。これすごいですよ、8割強が寝ていたというね、驚愕の事実ですよね。だったら俺も一切喋らない方が良かったんじゃねえかってね、そう思いますけどね。だってツイッターとかでも面白かったけど寝落ちしたっていうコメントすげえ多かったもん。よし、いかん、ダメージ結構受けてるな。あ、来た。
なのコンピューター総合学園春みたいな音なんなんやろうな。なんかいいよね。面白いのがね、ゲーム実況だからいっぱい喋ってくださいよっていうのは分かるんですけどね、人間ってやっぱ音楽に紐づいてるみたいで、ずっと心地いいミュージックかけられると僕もやっぱうとうとうとってしてくるんですよね。でうとうとうとってしてくると喋ることがだんだんなんでしょうね、このアルファーファが出るというかね、気持ちよくなってきてね、まぶたが重くなるんですよね、やっぱりね。面白いですよね。なんかパーレーファーファーレーってこう音がしてくるんですよね、これ。この辺かな、心地いいんですよね。こいつも装備壊してくるんだ、確かに。砂漠行く経験値がさ、やっぱ低いよね、これ。簡単にやっつけれるけれども。せえなこいつ、せえなこいつ。ね。お、矢印の家で寝転びながら道具間さんゲームやってた、懐かしいです。昔ね、沼袋の三畳一間でゲーム実況やってた時代ありましたからね。そう思うとね、立派なとこに移動させてもらってありがたいですわ。やっとること一緒やけど。やっとること一緒やね。はよレベル上がれ。そういえばどっかのお城で雲がめっちゃ出てくるとこあったな、自動的に。あの場所を探さなあかんねんけどな。ここ入ってみる？ねえ、ここ入ってみようか。これなんとかのお城やったな。ああ、中徳姫のお城や。中徳姫の城でなんとかしなあかんな。日やからこれか。あ、間違えた。もう経験値高いとかないよね。中徳姫の空か、これか。よし。グエパン、グエパン。戦闘、戦士のパワー使う癖つければ戦闘は早めに終わるかもしれません。じゃあ戦士パワーの方がいいのか。了解。あんま知らんかったっすね。濃いね、このやっぱどんなゲームでも詳しい方がいてね、ちょっと上から目線な言い方になってしまいますけど、感心するというか、すごいよね。このゲームはこうですよって、なんか古い知らないゲームやってもちゃんとみんなが反応してくれるのはすごいよね。あ、しまった、こう出られへんやつや。もうめんどくさいな、もう。いや、ほんとすごい、すごいな。ただ PC エンジンのカットビ宅配くんとかいうね、トンキンハウスさんの宅配するゲーム、物を宅配するゲーム、ちょっと早すぎた、小島秀夫監督のデスストランディングって言われてるゲームがあるんですけど、あのゲームやった時は誰も何も教えてくれなかったですね。なんで普段教えてくれるのに今日は誰も教えてくれんの、やったことありませんってみんなに言われてしまいましたけどもね。カットビ宅配くん、いろんな商品を宅配するアマゾン宅配ゲームなんですけど、一番最後はですね、なんと国家転覆を狙うテロリストの基地に爆弾を配達するというね、わけのわからん、最終面でしたけどもね。さあ行きましょう。すごいゲームでしたよ、あれ。知らんもんっていうね、なかなか難しいもんだなと思いました。このなんかどっかガーガー出るとこあるか。ガーガー出るとこね。
面白そうですね。まあつまらんくはないよ。いいゲームでした。もう僕は2度ほどこの15年間で2度ほどやったんで、もうやりたくないですけどね。皆さんぜひ購入してやってみてください。やっぱりずっとトップビューで見た目が変わらないというのは辛いですね。ミッションだけ変わっていくと。せなじじい。よし、靴か。この辺になんか雲がいっぱい出てくるとこなかったかな。ごめん、うろ覚えで今ねレベル上げに来てるんですけどね。ちょっと覚えがないな。そしたら放置してねレベル上げできるんだけどね。いやごめんちゃい、覚えがない。この辺の敵弱いからあんまりレベリングにならないかも。こいついいやつなのよ。でね、いいやつなんですけど、やっぱ目の前の床の汚れがすごい気に入らないんで、まあグラフィック的にないですけど掃き掃除をねとにかくやるんですよ。気になってるでしょあれ。目の前のねこのほうきでの掃き掃除をものすごくするんですよね。これは気になってしょうがないでしょうねあれね。あこれは仕方ないですよ。これは性格上の問題もありますからね。これね、なんでこの出てくるドラッケン全部で8体ぐらいいますけど、みんなこういう動きしてますからね。綺麗好きが多いみたいですね、はい、あーなるほどね。あれこれちゃんと来ないんだなこいつら。あったかな。どこぞになんかあったのよ、雲いっぱい出るねいう部屋が。これ行き止まりだな。こっちか、行き止まりじゃなかった。さすが妖精だなって思うのが、館の中ダンジョンの中ってこう方向がだいたい、日本のゲームってメインのイベントがある方向に行って脇道に宝箱があるって感じじゃないですか。このゲームすごいのが、このメインストリームっぽい道が2本あるんですよ、各ダンジョンに。例えば北と南両方ともすごい行けて、で北の方がイベントだったら南の方なんだろうと思って、南の方ダンジョンの中ずーっと行って、地下3階ぐらいまでずーっと行って行ったら、そんなに強くない武器が落ちてて終わりとか結構あるんで、あー妖芸ってこうだなって思います。なんか不思議だよね妖芸って。あダンジョンを探索せえっていうことなんだなみたいなね。このゲームほんとそうなんですよ。なんで攻略本とか皆さんのご指示でメインストリームだけやってった方が当然ですけど攻略クリアは早いんですよね。それを自分で一から全部の部屋回ってこうと思うと、全く無関係な部屋ばっかなんで、しまいにはもうええわっていうぐらいダンジョンが広かったりするので、まあまあそれでプレイ時間をね担保してるんでしょうけど、まあ当時の妖芸だなっていう感じがありますね。よし、あこの辺結構稼げるな。でこういうとこにねいっぱい落ちてるんですよ、これ武器がこうやってこれ拾えんのよ。バーッ、妙にこのなんかダメな時の SE がでかいんですよね。バーッ、だがいらない。これあんま強くねえやつだろうな。ハイパークラスならまあまあだな。クラスは鎧のことですね。なのでキラキラちゃんに変えてもらっとこうか。こっちはパワーシールドか。まあ一応こっちに変えてパワーシールドもらっとこうかな。あとですね、これももらっとくか。でベーッ、
これ一つ、いっぱいあるな。なんてこうパワークラスいらないな。予備をねもらっとこうか。ライトグリーブか、弱いんですよね。まあ、ライトグリーブっていうのは、まあ、防御力の低い桃引きだと思ってください。まあこんなとこが一回出ましょうか。さあこれはレベルアップを効率的にできる場所を探さないといけないですが、言っても戦士が一個レベル上がったもんね。もう一回行ってみる？ねえ、一回行ってみる？戦士の強力な攻撃でなんとかならんかな。まあ帰りも攻撃をして魔法使いのレベル上げたいんですよね。なのでこのね、三輪明宏っていうマジシャンの魔法が強力なので、こいつが生き残っててファイヤーボール当ててると勝てるような気はするんだよね。この赤いエフェクト、これが出ればいけるかな。それか左から2番目のスカウトもドラゴンソード持ってるので、左側2人は特攻させるって感じの方がいいのかな。でうまく魔法使い2人を遠距離からボコボコ殴るかな。そうしようか。さっき実は意外と追い込んでた可能性もあるもん。もう左側2人は死ぬっていうことを確定で言ってもいいのかもね。結構このゲームやり込みましたっていう人の情報をいただくと、プリーストとマジシャンのファイヤーボール連発ですって みんな同じこと言うんですよ。でやっぱレベル上げてファイヤーボールなんだろうなと。あー嫌なの来た。こいつ強いんだよね。無断戦うと防具壊れる。はい逃げた。よし、ヒールをね、まあそうね、うまく使うっていうのも一個手かもしれないですね。わかりました。ちょっともう一回やらせてください。一つレベル上がったんで、じゃあ次はスカウトとファイターを前線に置いて、プリーストとマジシャンのポジショニングをうまく考えて、プリーストに関してはヒールも使っていきましょうか。そうだねそうだね、それでいこうか。よしよし、了解了解。パワーでゴリ押しするか、ファイヤーボールでゴリ押しが正しい。すげえメガテンみてえなゲームやな。わかった、もう一回行こう。ダメなら皆さんここから1時間レベル上げしましょう。まだレベルが上がんねえんだよな、ほら。かなりね、終盤に来てんので、レベルがね、なかなか上がらないんですよね。いやでもこれはクリアしたいな。絶対終わらしたい。やればやるほど結構ドラッケンにハマってきてるからね、今。これクリアしたらいつかスーパードラッケンもやっていいですか。スーパードラッケンもやりたいんだよ。誰だよスーパードラッケン。誰か有名 YouTuber クソゲー認定が誰かしたいでしょ。動画で伸ばしたいでしょ。スーパードラッケン値段見たら今めちゃくちゃ高いよね。誰かがまた値段釣り上げたでしょ。もうやだ、もう最近そのパターンね。全く違うアクションゲームになってますが面白い。あ、そうなんだ、こういうゲームじゃないんだ。確かにちょっと横スクっぽい感じだったもんね。いやー、箱節付きのスーパードラッケン今1万円ぐらいしてたよ。高ーと思って。
あんなん昔失礼ながらめちゃくちゃワゴンセールで売ってたよね。280円とかで売ってたのよ。し来た。はい。なんか切ないな、これ。装備整えようか。じゃあもうドラゴンソードシールドなし、ハイパークラス、これでいこうか。壊れるからね。次、ドラゴンソードパワーシールドハイパークラスライトグリーブパイプショーケーで、こっちがまあ、弓矢、ミドルバックラー、シャツ、ブーツ、ミドルコート、OK。で、カルーセルが、しない、OK、OK、OK。で、渡すで、パワーシールドをスターローン、あ、持てないか。じゃあ、スターローンで、シールドをもう一個持ちたいので、かっこいいな、このドラゴンばっかりね。パワークラスを一旦こ、持てない。持てない。ちょっといらんもん捨てなあかんな。いらんもんない。バックラーいらんやろ。よし。コンボもいらんわ。よし。で、スタローンが一回渡すで、こっちに。このレトロゲームのたまらんよね。持ち物をこの整理する感じね。今のゲームって楽やな。靴いらんわ。で、渡すパワーシールドで、スタローンで、スタローンが、音がないと寂しいな。パワーシールド、OK。ドラゴン系はもう一回言いますけど、もったいないんで、すぐ壊れるんで、なし、装備せずに行きます。皆さん、見てください。双子のマナカナが誕生しました。いいですね、マナカナちゃん、爆誕しましたよ、これ。来ました、マナカナ。いいですね、勇ましいですね。双子が来ましたからね。まあ、左側のマナの方はですね、靴履いてないですか、よく見るとね。よく見ると靴履いてないんですよね。カナの方は履いてるんですけどね、マナが履いてないっていうのは、これは面白いところです。わかりました、じゃあこれでいきたいと思います。お、スタッフフリマッピーくん、スーパードラッケンご用意があります、ありがとう。でスーパードラッケンもやりましょう。いや楽しみやな、ありがとうございます。スーパードラッケン高いんだよね、箱節付き7,800円だって、クソ高えな。じゃあパワーファイアボール、ファイアボールでセーブをすると、はい。じゃあ準備万端だね。よし、了解。ちょっと位置取りもうちょっと考えます。体力もちょっと体力回復しようか。これじっとしてるとね、体力回復していくのよ。よし、皆さん寝ましょう。あと5分寝ていいです。すごい、わあ、もう YouTube 1000人超えてんの、ありがとう。平日によく見てください。皆さん MP が回復しています。実はね、じっくり回復していくんですよ、これ。すごいね、千何百人がじっくり画面を見るっていうね。よく見るとね、ほら回復してるでしょ。お、満タンになったかな。
いいですね、皆さん、三輪明宏さんのマジシャン MP が69イエー来ました、69イエー、明宏三輪イエス。じゃあセーブしていきます。 OK、 いくぞ、マジックナンバー69イエー。いや緊張するな、絶対勝ちたい、あ、間違えた、ごめん、緊張からかミスった、こっちじゃなかった、こっちでした。よし、いやキドキドするな、キドキド、テテテテテ、マウエンジ、てててててしらしら、てててててそびえるキリマンジャロ、あのキボキボとしらしらってなんなんやろうね、まあ、この歌知ってる人は中年しかいないと思いますけど、よっしゃ、小学校の時にね、音楽の授業でみんな聞いてると思う、キリマンジャロって言った、キボキボてててキボキボを逆から歌うとちょっとやらしいっていうね、ボッキーボッキーっていうね、ちっちゃいツー入れたら危ないっていうね、やめなさい。よし、最後、ゲーム実況者って仕切り直すとき必ずみんなさあ行こうって言うからね、それ言わんでも別にさあ行くんですけどね。よし、せえなさあじゃあ行きますよ。よし、うわドキドキしてきた、体力も満タン、壇上内セーブできないのでご容赦ください。さあ作戦をうまく考えましょうね。よし入ります。なのでまず主人公こうでしょう。あ、なるほど、これのこのアイデアどうで、このキラキラしてるの上から挟むで、三輪がさっきここでやられたんで、ちょっとこの、あ、でもここか、まあ、この上から行くで、いや、じゃあこっちやな、このダメージパーセコンドの これいいポジショニングじゃない。で、こいつがこう、この十字ハイパーフォーメーションいいんじゃない、これダセー名前、この十字砲火ハイパーリングアクション、これいいんじゃないの、これこれいったかもね。で、パワーパワーファイアーボールで短期決戦いきます。おお、ちょうどいいとこがある、ドブネズミにはぴったりの場所だよ、ズタズタに引き裂いてやる、アーケン王子覚悟出鼻をくじかれた、行け、行け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 、あ、ちょっと待てよ、これ入ってない、結構で、パワーに変えて、これ結構いってるよ、うわー、いけるいける、うぅ、一撃で持ってきすぎだろあいつ、いける、結構入ってるダメージ、やったかったよいしょーい、シェイ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 ドラッケンロマンシェイ
いやー皆さんありがとうございます。これは皆さん作戦勝ちですね。いやいやいや、これは皆さんありがとうございます。素晴らしい戦いでした。皆さんのおかげです。ちょっと興奮してすいません。いつもは美しいガルーダがやや皆さんから向かって右の手がですね少し上空に上がってしまった。これはやっぱねドグちゃんも興奮していた、これの表れですね。ありがとうございます。いやーこれは行きました。嬉しい、ありがとう。うわ勝てると思わんかったな。いやだから正しかったかもね。このポジショニングが良かったんだろうね。もちろん戦士がレベル上がったっていうのもあるでしょうけどね。うわースタローン見て、ひらがなでし、なんかめっちゃ悲しい。そしてよく見てください、パラメーターのエグジットの右側、これジェムなんですけど、全部で8つ集めるとクリアなんですが、1つ、ゲットしまして残り1個になりました。よし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 、ちょっと水飲んでいい、興奮してまった。あと1個ですよ。いやーすごい面白いねこのゲーム。お、ありがとう。海外のユーザーさん、キッチンキングゲーマースタローンって言ってますね。スタローンがね名誉の死を遂げられましたから、本物のスタローン生きてますけどね。はい、皆さんありがとうございます。今ねどうです、今の進行は。今ね超いいシーンでした。あの巻き戻し再生で見てください。ぜひぜひ、ボス倒しました。 OK、 いやー見事に勝ちましたね。これちょっとじゃあドラッケン、こちらこのドラッケンの全ては載っていないスーパーヒントブック、うまいことヒントが載ってるんですよ。でヒントのスーパーなので、答えは出てないんですけど答えに非常に近いことが書いてあるんですね。ちなみにボス戦の戦略に関しては何も書いてないです。本当にね、スパルタブックなんですよ。ボスはね、強いぞ頑張ってやっつけようしか書いてないんですよね。強いぞ、ここまで来た君なら倒せるはずだって書いてある。まあ確かに倒せたんでいいんですけど。じゃあ次は攻略本じゃないんですよ、スーパーヒントブックですからね。これちなみにスーパーヒントブック、皆さんこれ今3500円します。もう高いな、本当に本当高いんだよね。でいよいよ砂漠の、皆さん砂漠のハズルケン王子のところに行ってジェムを全部揃えたら終わりだって。やったね。いやーさすがスーパーヒントブックですよ、詳しく書いてありますね。ではハズルケン王子のところに行きましょう。ちなみに、ここのお城がですね、何やったかな、名前忘れちゃった。アーケン王子の城なんですけど、このスーパーヒントブックアーケン王子の城の場所がですね表記が2箇所、あってですね完全に間違っていました。まあ、徳馬社さん、ドラッケンスーパーヒントブックの間違いを私見つけてしまいましたからね。これはねなかなかです。フリマッピー君言ってるみたいに、このチャンネルは攻略本の間違いをね35年ぶりに見つけてですね、もうしつこくそれを追求していくという嫌な放送ですからね。徳馬社さん言い逃れはできませんよって、はい、これ嫌な性格のチャンネルですよ、そんな何年も前の話を。これじゃあ皆さんにお見せしますけど、はい、こうなっております。これ全体マップです。ちょっとごめんなさい、ここで押さえてますけど全体マップですね。このね4エリアからなるんです。砂漠、平原、湿原、
そして、氷原という、ね、4つなんですけどね、氷の平原ですね。でここにその何番って書いてあって分かりやすいんですよ。1番から20 29番ぐらいまであるのかな、番号が振ってあって分かりやすくて、ここにこうやって書いてあるんですよね。民家は1から50からいくつだよ、でほどけん王子の城がこうだよ、ね、寺院ほどか姫の城で、アーケン王子の城が9番で、12がアーカ姫の城、17アーナクトカ姫の城、ナイトケン王子の城、アーカ姫の城、そしてアーケン王子の城がもう1個あるというね、これはおえおかしいだろう、なんでこことここ2個あんだよで、ハズルケン王子の城がなくなっているんですよ、これね。これがね、非常にね、僕攻略本にね、前回騙されましたからね、行ったら全然城に入れないんですよ。あれと思ったら、これ間違ってんじゃねえかよ、これ。はい、本当にね、ちょっとハズルケン、ここね、ハズルケンなんですよ。ちなみにここは、ナクト県王子の城って書いてありますけど、僕はずっとナイト君って呼んでましたけどね、ナクト県が正しい、これは攻略本が合ってました。はい、ということで、攻略本35年ぶりの間違いをして、指摘していきました。なんだなぁ、あれ、これ今気づいた、これアーカ姫の城も2個あるなおい、どうなっとるやん、この攻略本これよう見て、アーカ姫の城も2個あるな、おかしいぞ、アーカ姫の城って1個しかないですからね。ごめん、視聴者の皆さんからのご指摘で2つ目の間違いを見つけました。おそらくはこれ作られた方がですね、徹夜続きで間違ったんじゃないかなと思いますけどね。いやこれはいかんですね、初めて見たら2個ずつあるのかなと思いますけど、ないですからね。はい、皆さんお気をつけください。まあ、もしかしたらこれ初版が間違ってて第2版3版で修正されてる可能性もありますけどね。もうなんやろうな、転居届出してないのか。これはね、僕読んでるのは初版かな、あ、初版かどうかのちょっとないですね、記載が。ちなみに構成が吉岡さんということが方がやられてますからね、ちょっと発行者山下さんということで、徳間コミュニケーションズの、吉岡さんと山下さんの方に連絡をちょっと入れたいと思いますひどいチャンネルやな35年前のはい、ということで、攻略スーパーヒントブックのお話でした。まったく電話してみますか、でも電話番号はね書いてないんですよ。あ、でも書いてあるわ。乱調落ち調がありました。これなんて読むの、乱調落ち調っていうの、これ要するに本の間違いがあったらお取り替えしますということ、電話番号ありますけどね。これはでもどうなんでしょうね。ちなみにゲームの性質上、電話やおはがきでの質問にはお答えできません、ご了承くださいです。乱調落調、要するに印刷のミスがあったら、お取り返しますか。なんか電話してみようかな。すいません、スーパードラッケン、ドラッケン、スーパーじゃないわ、ドラッケンスーパーヒントブックですけど、アーケン王子の城とアーカ姫の城が2箇所ずつあるんですが、これはいかがなものでしょうか。めんどくせえ客だなって言われた。すいません、もう発売されて何年も経つものなのでご理解くださいって言われちゃいます。ちょっとじゃあ回復に行ってきますね。ということで、アーケン王子の城クリアでした。いやよかったね、本当によかった。見て、左から2番目もう裸で腰に手当てとるもんね。もう風呂上がりのこれもコーヒー牛乳飲む時のスタイルですよ、これ。やりましたね、もうやり終えた男の姿ですよ、これは素晴らしい。ガッてやってますもんね。ドラッケンって何ですか。ドラッケンはね、人間と、ドラゴンの
まあ、間ぐらいの生物、神が作った生き物なんです。ドラゴン人間のことをドラッケンって言うんです。この世界はドラゴン人間ドラッケンが支配をしていて、人間もおまけで生きているぐらいなんですけど、ドラッケンの勢力争い、ドラッケンの中でも戦いがあるので、それに主人公たち人間が巻き込まれていて、まあ、ドラッケンのどの勢力に肩入れをしてどの勢力が勝つかみたいな、なんかそんな話です。偉そうにそうやって言ってますけど、前回の配信見てもらうと分かるんですけど、そのドラッケン世界のドラッケンっていうキャラクターたちの勢力争いが正直に言ってよく分からない。なんかね、日曜日の昼間とかにテレ東でやっとる見たこともない洋画を見る感じで、全員出てくる登場人物も顔が似とるし、名前もちょっと近いし、名前覚わらへんなみたいな感じでよう分からへんのですよね。あれこれ、中徳姫のほどか姫が何やったこれ、あどっち敵味方あみたいな、よう分からへんのですよね。あー出たー、うるせえ音の証人。これ皆さん、あれです、モサドの機関がですね、スパイを捕まえた時に拷問をかける時にこの音をですねヘッドホンで聞かせるそうです。モサド御用達のスパイ機関、モサド御用達の拷問方法ですかね。これまずいですよ、風呂場みたいですね。モサド、イスラエル諜報局やったかな。ありがとうございます、大君、攻略本の間違い見つけたんで通常のログインボーナスありがとう、いただきます。最近ねこれに1個丸つけたログインボーナスくれるんですけど、さすがに資金が尽きたみたいですね、大君の。ありがとうございます、いただきます。うるせえなこの音、本当にうるさいなこれ、本当にふんばふんばば言ってちょっと薄く流すね。これほんと嫌だよね。買っていくか。あ、ヘビーローブとヘビーコートがある。これはでかい。で、今まで買えなかったドラゴンクラスも売ってますわ。やったね。ドラゴンクラスはスカウトに装備させれば OK なので、ドラゴン、お金、あーでもお金足らんかな、なんか売ったら足りるか。ドラゴンクラスをルイス買ったで、ヘビーローブを三輪で、ヘビーコートをヘビーコートなんか売ろうか、なんかある。あそうか、しんどっても棺桶からなんとかできんの。わあドラゴンクラスプラス2やって、うわこれはでかい、これでかいですよ。ただ残念ながらここの商人さんはドラゴンヘルム売ってないんだな。まあじゃあパワーヘルム1個売うか、安いな。あーならこっちでライトコート、うわ安いな、なんかないんか。パワークラスももう売っちゃうか。でパワーヘルム、ショートソード、パワーヘルム、これ足りるかこれで。ああと5,000円、次またエンカウントするのにね、ランダムなので商人が今ここで買っちゃいたいんですよね。なのでアイテムを売るしかないか、シンドルのはね。あと5,000円、松明、安い。カラビン、あカラビンいいやん、
カラビンいいな。これ確かにゼルダの伝説でもかなり、よし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 、カラビンいいですね。カラビンって何に使うのか全然分かってないんだよね。でヘビーコートをカルーセルと。で一応揃ったな。でできたらドラゴンクラスプラス2をシンデルスタローンに買ってあげたいんだが、4万はカラビン売っても無理だもんね。しょうがない、じゃあこれでもう OK にしようか。やったね。いやこれはでかいっすよ。うわうざい、早く終わらせてくれ。ルイスが、装備でドラゴン、ドラゴン、うおー、やったー。ドラゴンの下がないのはまあしょうがないな、俺は。でこっちが、装備で弓矢、バックラ、シャツ、ブーツ、ミドル、あれ、そうか逆になってんだな、またこれ。なので渡すで、ローブをカルーセルで、カルーセルは渡すで、コートを三輪で、装備をこっちでヘビーローブ OK。 ほいでこっちがもうややこしいなこのゲームあ、でもこれでいいや。あーやったー、やーすごいかっこよくなってきた。ちょっとすげえかっこよくなってきた。やばいね、かっこいいけど、おめえ左から2番目ノーパンやなノーパンではないけど下何も装備してへんな。しょうがない、ドラゴンあのパンツがないんですよ。あ、ドラゴンパンツ欲しかったな。ちょっと残念ながらね、ドラゴンパンツだけないのよね。だ上だけかっこいいんですよ。上と盾と剣だけドラゴンなんですけど、ドラゴンパンツしょうがねえなドラゴンパンツがない。まあまたどっかで承認にエンカウントするでしょう。ドラゴンパンツやばいな。これはでも面白いね。まあ上半身硬けりゃいいでしょうよ。さあ一回寺院目指します。しかしちびっこの頃理解できずに放置してしまったゲーム、大人になって理解してやると改めて面白いね。本当の制作者さんの意図が分かる、クリエイターさんの意図が分かるもんね。あ、こうやって楽しめばよかったんだっていうのが、分からない作品って結構ありましたもんね。まあ、それの代表される一つに残念ながらドラッケンはなっちゃってたかな。まあ、ちょっと時期は違いますけどね、ドラゴンボールシェンロの謎とかもそうですしね、あれも理解できると面白いんですよね。最初理解しんとただアクションだけガンガンやってね、ガンガン死んでいくっていうね、ヤムチャをみんなクリアできないっていうのありましたけど、まあ、ドラッケンはねもうちょっと複雑ですけど、ね、やったー。いやすげー、 OK、 ありがとう。ふう、さあこれでこれでいいやな。スタローンがドラゴン、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 うおかっこいい。皆さんドラゴン藤波スタローンになりました。いや辰巳スタローンになりましたよこれ。かっこいい、角がすごい、そこうなると2番目下の装備がないのやだね。どっかで拾ってこようか。ね、下の装備ないのやだね。このライトグリーブっていうのがさっきのとこにあったか拾ってこようかな。拾ってきていい？いやー、下半身がちょっと貧相だもんね。
グリーブがあんまりね落ちてないんですよね。よし決めた、グリーブ拾ってきます。なんかこうなるとかっこいい方がいいよね。なんかでも俺には未来が見えるな。こうやってかっこいい装備にしてこれから砂漠行ったらまたあの武器壊しの敵がいっぱいおって俺が怒るっていう、また壊れたってふざけんなよって多分なんか言われるという、なんか言うと思う俺。めんどくせえゲームやなって多分言う気がする俺も。もうねマジでむちゃくちゃ壊れるからねこれ、せっかくいいの持っとってもね。いやほんとすぐ壊れる、下手したらこの辺でも壊れるから。で拾う剣がショートソードとかでしょ。だからやっぱ本当にねパッパッパッパセーブ、これこれめっちゃ壊す、こいつ、いや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 、基本的にナイト系とかなんかカチカチな見た目のやつがめっちゃ壊してくるんで。さああと残すはボス2人だからね。なんか今壊れんかった、今壊れんかった、嫌な予感がする。テキスト送りしちゃったけど、壊れた、壊れた、壊れてないね、壊れてないね、よし OK。 わざわざ確認をしなあかんな、よし OK、気のせいだと思います。よし、胃がもう壊れるほどになんかブレワイやっとるみたい。でもさブレスオブザワイルドでもさ剣、武器は壊れるけど防具は壊れんもんな。あれブレワイで防具も壊れとったら鬱陶しいやろね。ちょっとストレスが大きいよね。もう武器はそういうもんだと思ってやってるからね。これでも改めて早すぎたブレスオブザワイルドで、うーわーまあミドルバックラーならまあよしとしようか。まあミドルバックラーはもうよしとしよう。まあまあまあバックラーはとかは全然拾えるので。こいつもやばい、危ない、逃げてね。ちょっともうセーブさせて、もうよいしょ、危ない、よし OK。 ブレワイそうだね、盾は壊れるもんね。ああまあ俺ゼルダ好きや言うのにティアーズオブザキングダムとあのスカイウォードソードをクリアしてないからもうゼルダ好きじゃないよね。いかんな、本当に全然ゼルダ好きじゃない。でやっぱりみんなにゼルダ好きって分かってもらうためにオランダフィリップス社ヒゲ剃りメーカーの CDI を買ってきて、 CDI で出てゼルダ2作品、これも今任天堂さん なかったことにしてますけど、あれをクリアして本真のゼルダ好きっていうのは名乗ろうかな俺ね。あれをクリアまでやればゼルダ好きだって言えますよね。だって一般のゼルダ好きの人はティアキンとブレワイクリアしてるけど CDI のゼルダクリアしてないもんね。だからやっぱ僕もあれクリアしたら言えるもんね、お前ら CDI のゼルダクリアしないだろっつってね。はい、そうだ、よし、それで行こうか。じゃあ一応でもね任天堂にも許可をもらって、アメリカのフィリップス社が作ったゼルダとマリオがあるんですけどね。マーピー CDI 用意できる？頑張ってクリアまでやるのありだな、あのゼルダね。みんな見たくない？あのインチキ版のさ、あのどっかの特定のアジアの国が作ったゼルダと違って、一応当時は任天堂が OK って出した作品ではあるから、あれ頑張って CDI のゼルダクリアは見たいね俺も。や今言っとって、昔あの僕の番組の特集でミニコーナーではやったんですよ、こんなゼルダがあったっていうのはね。もちろん冒頭だけしかやらなかったですけどね。ただねみんな覚悟しといてよ、
ゼルダシリーズのな、まあ、ゼルダとは名ばかりで、まあなかなかですよ。1時間持ちゃかなりいい方ですよ。でもね、視聴者さんは、まあ、コメントにも出てますけど、まあ、5、6分見てこんなもんかって言って多分見ないと思います。5、6分見てへーって言って最後までは見ないと思う。で、ただクレーまでやりますって言ったら、ただただ俺が著しい疲労消耗だけをする、こういうね流れにはなるでしょうね。オール英語ですしね、その可能性は高い。そう思うとやめた方がいい、幸せかもしれんね。せめてね、日本語版に翻訳されてればいいですけどな。それはあるかも。でもライブでクリアまでやるっていうのはなかなかないかもね。よっしゃ、中徳姫んとこ来たわ。ちょっとグリーブ取ってくるね。クリアできんのかな、気になるね。確かにあんまりうまみはなさそう。確かそうや。いやでもな、あーまあでも残念ながら、本当に非常に残念なお知らせですけど、ポリメガっていうね、ディスクメディアのレトロゲームが途中セーブできるっていう機械、運よく買えたんで持ってるんですけど、いやー CDI のゲームは多分ね非対応なんですよね。ごめんなさい、 3DO リアルと CDI、 あとアタリジャガー、これ非対応なんすよ。がっくりなんすよね。ポリメガ対応してくれ、頼むよ。 3DO リアルと CDI にも対応してくれ。絶対しないよ。そうなんすよね。まあ 3D 松下さんと CDI フィリップス社さんには恐縮ですけど、まあ、持ってる人の絶対数が少ないですからね、ポリメガさんも対応しないと思いますよ。著しく面倒くさいでしょうからね。対応しましたって言ってもソフト持ってる人が少ないですからね、やっぱ少数派なんでね、まあ、まだ 3DO は持ってるかもしれないですけど、 CDO は CDO? CDI は持ってないでしょうな。残念だね。あ、マッピーから来たよ。CDI の本体は7万円ほど見ていただけると。了解。ただいまより CDI ゼルダ基金、キックスターター、スーパーチャットギフトで返します。Google さんに3割抜かれるので、これからニコニコのギフト、スーパーチャット10万円入ったら CDI を買います。で、9万円でストップしたらそのまま僕のポケットにお金を入れて逃げます。ぜひ皆さん余裕のある方よろしくお願いします。さあ行きましょう。うわ、いきなり高額入りましたよ。先読みペニー君ありがとうございます。あれ、なんかわからん、なんか音が嫌な音やったな、なんでやろ。ありがとうございます。あー、ビスマスマーク2さん、バーク3さん、ありがとうございます。なんでやろうな、今日うちの SE が調子悪いんですか。なんかね、音が悪い音がしますね。ありがとうございます。あー、ヤッコドレー高さん200ポイントさらには、あー嬉しいですね。うわ、徳川さん、久根ちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな高額いただいて、ぜひぜひ CDI の、ね、資金にしたいと思いますが、このままいくと CDI までですね、あと7000回スーパーチャットいただかないといけないんで、ここいらにしたいと思います。ありがとうございました。なんで青いの、ここぞと見るやいないや青いのがいっぱい飛んでくんねんだもん。はい、ということでスーパーチャットいただいた方、皆さんありがとうございます。いやー、でも7万はちょっと高いね。その、あ、ショッピング君、バスバル君もありがとうございます。ちょっと7万かクリアまでやれんのかな。ねえ、ク
リアまでしっかりゲーム的にやれるのであればいいけどね。あ、モンガーさんも100ポイントありがとう。ありがとうございます。今ね、皆さん全部で合計700円入りましたから、はい、皆さんあと100倍入ればいきますよ。いましたね、あと100倍。いましたよ、700回入れてね。700回700回って遠いな。7万円って結構入らなあかんぞ。100円やと、あの神社が1円玉のお賽銭交換するのに1円以上ね、お金かかるからやめてくれなんていうの記事になってましたけどね、まあ、うちはそんなことももちろん言いませんけど、それを思い出しましたね。ありがとうございます。トータルさんも100ポイントありがとうございます。皆さん別に100じゃなくてもいいんですよ。100でも嬉しいんですけど、別に100にこだわりというか、100じゃないとダメなんだってことないですからね。100か200じゃないとダメだってことは別にないですからね。いただきます、ありがとうございます。面白いな。あーいしゃー、りょうこさんから高額いただきやした。りょうこさん1000ポイント、ナナミュージアムさん2000ポイントありがとうございます。いや嬉しいです。あれなんか SE がいい SE になったな、急にいいのが出ましたね。不思議なもんですね。やっぱり金額によって SE が変わるんですか。あー春雨さんもありがとうございます。いいですね、 1% 分ありがとうございます。あ、これだったらあと70回でいきますからね。ありがとうございます。そう思うと7万円って高えな。いや、りょうこさん、ナナミュージアムさん、すいません。春雨さん、CDI まで、届かないかもしれませんが、レトロゲームこれで買わせていただきます。ありがとうございます。あ、じゃあ嫌な音出てまったか。あ、シルベスタースタローンさん CDI。 ありがとうございます。伊藤ハムイズ美味しいの感じですね、これ。いただきます、ありがとうございます。こうやってちょこちょこでもいただいてた7万円ぐらいいくかもね。持っててクリアしたとか動画で見たっていう人いないのかな。ねえ、春雨さんや皆さんにいただきました、ナナミュージアムさん、涼子さん、シルベスターさん、あー今川さん、ありがとうございます。間違えた、行ってみよう。ありがとうございます、1000ポイント。安住さんが岐阜県の岐南工業高等学校で何事かと思うと、お二人が考案したゆで卵の殻割り機が文部省主催のコンテスト特別賞。あの、これ僕の母校です、岐南工業高等学校っていうと伊藤秀明さんの卒業校で有名だったんですけど、最近は、お寿司をペロペロしちゃったこの卒業校で有名になり、そして、またサザエさんの波平さん並みの卵の殻割り機で私の母校が有名になったそうです。岐阜県の岐南工業高等学校さん、おめでとうございます。ドグマ風見の出身校でもあります。今川さん、ありがとう。いただきましたね、そんなのあったんだ。母校の名前が出ると嬉しいね。あ、ゆで卵の殻割り機早いのかな。1個10秒ぐらいで割れるものだったらすごいなと思うけどね、1個1分以上かけたら絶対手で割った方が早いですからね。まあどうなんでしょうかね、見てみたいですね。今川さん、ありがとうございます。あとシルベスターさんもありがとう。そして江戸コレさん100ポイント、ヤッコドレタカさんも、あ、すごい、寿司ペロでマグロとエビもらってまった。うわー、あ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや嬉しいな、これは。皆さんありがとう。じゃあたまったら CDI 買うかもしれません。ちょっと調べさせてください。 CDI 買う。ヤコドレ君いつもありがとう。
テレクラ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 1時間800円、行くなら今しかない。さあじゃあ行きましょうか。ということでリスナーさんとの集いタイムでした。モンドでした。あ、でも全部で今日ね8600円いただきました。なのであと19万、だいたい19万1400円で、はい、CDI 買えますんでごめんね、 Google に抜かれる3割も考えてやってますけど、ね、高いな。でもあとあれマッピング、ゼルダは、ゼルダいくらすんの、ソフト CDI の。そうか、ゼルダ代も考えるといくらなんだろうね。高いな。あれここじゃなかったっけ。よし、お、天空、まあ天空の杖あんまいらないんだよ。まあでもやったことあるゼルダよりもうちのファンの皆様はやったことないゼルダを俺がプレイした方が喜んでいただけるはいただけるだろうね、きっとね。ちょっと考えましょうか。ただライブでクリアまでか。リンクっぽい人が主人公なトップビューのやつと、うそえいやってもうたこれあるんだよね、マジでこれあるんすよ。もう装備したくないぐらいだもん。もう相当運が良くないともう買えないんですよね。やっちゃった。結構ねシールドから壊れてくんだよね。ちょっと喋っとったらあかんな。どっちがいいだろう、リンク主人公のトップビューのゲームと、あとね確かゼルダ姫が主人公のやつがあったんだよね。フリマッピー君、ゼルダザ・ワンド・オブ・ガメロンとリンク・ファースト・イビル・ゼルダ・アドベンチャー、3つあるみたいね。いずれも各さは全部買ったら16万。無理だろ、高すぎるだろ。タツアオさんありがとうございます、800ポイントありがとう。いいかいドグマさん、 CDI をな、 CDI をいつでも買えるぐらいになりなよ。それが人間、すぎない、貧乏すぎない、ちょうどいいっていうとこなんだ。貧乏すぎない、金に金持ちすぎない、ちょうどよくないっていうか金持ちだと思います、買えるのは。いやーやっちゃいましたね、16万だって。人間偉すぎもない、貧乏すぎもないというか、どう考えてもこの金額金持ってるやつしか買えんやろ。ありがとう。富豪しか買えないよ、参ったな。3本買ったら16万だ。16万はないよね。だって正直に言うけど、16万買ってクソつまらんゲームをみんなでやるっていうのは本当拷問以外の何物でもないよねこれ16万もするんですかっていう、本当一番のお金の無駄な使い方な気がするな俺。まあそれはめったに見れるものではないんですけど、一番拷問だよ拷問もったいないなってみんなに言われるよね。それちょっと怖いからこれ変えとこうかな。ちょっとこれだけ変えとくわ。
こっちは壊れないと思うから。せえな、わー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 言いやがってこいつ。よし、でこれやっぱパワーボールにファイヤーボールに変えるとあっという間に終わるんですよね。 MP 消費するけどね。本当だよね、最新のゲーム機器買った方がいいよね。ただ残念ながら最新のゲーム機器も俺持ってるんだ。これダメだ、俺これ道間違えてるな。まあでももったいないことをしてそんなレアなものを買うからこそ面白いねって見てくれるというのもまああるはあるわけですわな。でもさ、そんな金かけてわーわーやっとってさ、ちょっと調べたら YouTube で動画出てきたりするやんか。ほんでまあこの話とは全然別の話だけど、悪い人なんか海外の動画を引っ張ってきて自分の動画みたいにして自分の動画作る人も中にはいるって聞きますから、まあ、ゼルダの話ではなくね。なんかそう思うとなかなか実際買ってやるって大変なことやよね。まあ思い出にはなるけど。さあどうか、まあ、僕も他人様の動画を見てゲーム購入のね判断したりする動画も、あ、生放送もやってるんで人のことあんま言えないですけど。ちょっとごめん、 CDI に魅力を感じてしまった。クリアできるものなのかね、頑張ればね。そしたらやってみる価値は一応あるな。いかな、魅力感じてまったな。うわやだな、7万か、7万か、いかん、バカな気持ちが今頭の中をこう渦巻いとるな俺。バカげた気持ちが頭の中を渦巻いとるかもしれん。よくないですよ、学校ですよ。そんなこと言ったら俺らなんか他人様が作ったゲームをさもクリエイターっていう名前でゲーム実況やらせてもらってるから、一番俺らが悪かもしれない。ゲーム実況者悪。あれこの辺じゃなかったっけ、もうごめん迷っちゃった。強すぎる。あれライトグリーブの場所に行けない。ライトグリーブどこ、ここか、なんかちゃうな。ライトグリーブの場所に行けない。ゲーム実況者悪ですよ。それでクソみそにゲームのことを言って買わせない人もいるわけですからね。まあドグちゃんも一部のゲームクソみそに言うことありますけど、どこやろう、と本当に場所どこだっけ、全然グリーブの場所が全然わからん。ここか、これか、あここっぽいな、この右だ。ちゃうな、戻ってきてない。もうレベル上がった、ヒールメジャーやった、ベホマ覚えた。あーすごいすごいすごい、あーひさねちゃんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ひさねさんから1万ポイントいただきました。ありがとうございます。ということでドグマ金見、CDI のゼルダ買いま、すせん、ありがとうございます。久々さん、いやーあのね、買おうと思って買いますって言った後 0.5 秒でやっぱり嫌だな、もったいないなっていう気持ちがあってキャンセルしました。ありがとうございます。
サネちゃんありがとうございます。いただきます。1万ポイントありがとうございます。はい、ちょっといいとこ見てみたい。これがあとまあ7回続いたら少し考えさせてもらいますけどだってこれすげえ嬉しいんだけど16万はないよね。クッパの経営するホテルに囚われたピーチを助けてマリオブラザーズが立ち上がる。マリオホテルも CDI なら遊べちゃうんだ。マリオホテル動画見たことあるけどクソつまらんそうやったということで久根ちゃんありがとうございます。ハンドパワーで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 す。ありがとうございます。すごいなぁ、いただいちゃいましたよ。1万ですよ。くわー嬉しいなぁ、すごいね。1万円ももらっちゃった。もう高額のスパチャくれた人にはもう何かこうお礼をしなあかんな、何らかの形で。どういう形でレトロゲームを買ってやるだけで、いやーやっちゃった。ねえみんなごめん、もうなんか足元のやつどこかわからんくなってまった。場所わからんくなっちゃった。こっちおかしいな、足元のどこ。いかん、いたずらに時間が過ぎちゃう。さっきここにあるわって言ってたのがもうマジわからんくなっちゃった。あもうクソ、じゃあ本当ありがとう。あ、ごめんなさい、入り口から隣の部屋でしたもうんだよ、隣の部屋じゃねえかよバーロー。物覚えが悪いって問題ですよこれは。ハロー、よし2つもらっとこうか。よし、いいね。ああもう予備も考えたらバッチリですな。予備も考えたらバッチリだね。ああみんなズボン履きましたよ。やったね。ヘビークラスが1個予備があって、はいはい。はい、良さそうですねこれで。安心した安心した。さあじゃあ行きましょうか。失礼しました、お時間かかってしまいました。疲れとると言葉が不明瞭になるな。よし、じゃあ、ラクト県王子の場所に行きましょうか。ここにですね、ちょっとせっかくなんで使わさせてもらうと、ここに、まあ現在地ここなんですが、ツーっといてここら辺入るとテキテントゥントゥテリンテンテンテリン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 テンという音とともにここにワープできるので、そこからこのように次のハズル県かな。
はい、ここを目指したいと思います。楽しみだね。はい、ボンバザルっていう同じメーカーさんのスーパーファミコンとのローンチの出た、主人公がね、青色のうんこみたいなね、あのキャラクターなんですけど、そのボンバザルのすげえミュージックに近いんですよ、ね、心地いいワープなんですよ。ボンバザル、通称ボンバザルワープって言われてますけど、かなりボンバザルのテーマに近いんですけど違うんですよね。だからあのベース音とか使い回してて、ちょっとこのメインの旋律とかは違うのかもしれませんね。旋律で合ってる？立線？たまにわからなくなるな。もう来た。じゃあ皆さん、あれここ、あれこの部屋なかったか。もっとこっちか。眠たい。ドラッケン島。平和な島に見えんねんけどな、こうやって見とると。眠たい。なんかあの結局南極大冒険に見えてきたな。でーでーれれーでーでーれれーで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 ーれれーれーれーでれれれれれて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 よし、あの黒いのが穴に見えてね、ペンギンがずっとあの南極点目指していくっていうゲームがあるんですよ。懐かしいね。でーでーれー、あった。じゃあワープします。このワープ中いいミュージック喋らないんで、皆さんぜひ舌包み耳包みを打ってください。腕つりそう、腕つりそう。ああ、さあスーパーチャットみんなありがとう。なんだかんだ言ってみんなすげえ値払ってくれて本当にありがとうございます。感謝しております。ちょっとだけ休憩しようか。ハズルケン王子の城行く前に、今日休憩多いですねって言われてしまうと、はい、多いと思います。理由は火曜日休みなんですけど、こいつのこのゲームのせいで今日は休日返上でやってますが、すごく楽しい。ぜひ最後までよろしくお願いいたします。そして、ま、ちょっと軽い告知だけじゃあさせてくださいませ。ちょっとね、あのまだ時期がわからないんですが、こちらです。なんとこの前チャンネル5万人達成記念、
やらせていただいたんですが、皆さんありがとうございます。まもなくチャンネル6万人達成ということでございまして、6万人達成記念も、やりたいと思います。ありがとうございます。もうね、あんなに伸びなかったのに何が急にあったんですかって皆さんに言われますけど、もう僕が聞きたい、なぜなんだろう。 YouTube のアナリティクス見ると異常にブラジルからのアクセスが多いんですね。ブラジルのチャンネル登録がもう6000人を超えてるっていうデータも出てるので、はい、ブラジルの人気がある。そして一番これ多分ね、一番多分有力なのはですね、完全なる YouTube のバグ。ブラジルの人、バグじゃないって言ってください。元気ですか？まあ、ただ、ショート動画をやって1年ぐらい経つんですけど、ショートからの流入とか、あと龍が如くの流入とか、最近あのレトロゲームをしっかりやる放送が、まあ、5万人達成記念のちょっと前ぐらいからあるので、それで結構登録されてる方多いっていうデータは出てるので、はい、そのあたりが、まあ、聞いてきたっていうところもあるのかなと思いますけど、本当に皆さん改めてありがとうございます。なんで6万人達成記念も今ちょっと準備しておりますから、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします、ね、怖いね。このままどうなるんやろう。まあ、どっかでこの勢いはいつかはね止まることもあるでしょうけど、また勢いが止まったらまた勢いが出るようにすればいいしという繰り返しですかね。はい、そうね、リュースター TV の効果もね多分あると思います。この前龍が如くのハワイアンズ、福島のハワイアンズ行かしてもらった動画も公開されてたんで、まあそういうのもあるかもしれませんけどもね。はい、ありがとうございます。本当皆さんのおかげでございます。なんで今日放送をご覧の方でまだの方、ぜひ、グッドマークチャンネル登録もよろしくお願いします。このまま皆さん10万人行きましょう。あ、しし、何この嫌な音やねん。10万人行きましょう。いい、なんでこの嫌な音しかないの。10万人行きましょう。よろしくお願いいたします。なんか弱いなこれ。よろしくお願いいたします。初雪にざわめく街で、見覚えのあるスカイブルーのマフラー、振り向いた知らない顔にうつむく。よろしくお願いいたします。さあ、それじゃあ再開します。これからも皆さんぜひよろしくお願いいたします。また一緒に派遣頑張りましょうっつって ね、メガネかけていい。本当に光に目が弱くなってきたな。車運転してても最近ってほとんど車のライトって LED じゃないですか。当然自分の車のライトは大丈夫なんですけど、対向車のライトも LED なんで、車運転してると目が痛いんですよね。ブルーカットしなきゃいけないね。ブルーカットグラスって科学的に何の効果もない、科学的には何の効果もないって検証されちゃう。何これ。もうなに、嘘、ボスじゃない、もう強い。なんだよこれ、マジかよ。やば、このゲーム。もうね、砂漠の雑魚強いんすよ。これがこのゲームの恐ろしいとこなんですよ。ほんまやな。お、10万人って数字、10万人って数字だけが全てと言っている人間を見返しましょう。了解、ありがとう。10万人みんなで行きましょう。ただ数字が全てって言ってる人は、10万人達成しても10万人行くのに何年かかってるんだよ、ダセーなぐらいのこと言ってきますからね。
多分ね、数字が全てって言ってる人は100万人いかないと納得しないという恐ろしい奴らですから。本当怖いですね、もう。本当にこの砂漠のモンスターと同じ。怖い。もう言う人は言いますから。自分のペースで頑張りましょう。まあ一応データ的に言うと、ちょっとまあ1、2年前の古いデータですけど、チャンネル登録が1万人の人っていう、1万人以上の人はなんと 5% しかいないらしいですよ、世界中で。1万人いるところって世界中で 5% で、チャンネル登録5万人はもう嫌この面で、チャンネル登録5万人っていうのは 1% だそうです。だから別に恥ずかしいことないんですよ。 YouTube の世界中の話ですけど、世界中で 1% なんですって。まあ、要するにそこに満たないチャンネルの方が山ほどピラミッドであるっていうことですけど、だから5万人いたら恥ずかしいことじゃないんですけど、よくメディアとかに出たりとか人気者っていうのはもう10万以上、50万、100万とかね、ヒカキンさんみたいに1000万とかあるのを見ちゃってるんで、それが当たり前で、5万なんか少ないじゃん、1万なんか少ないじゃんってまあ言われちゃう世界でもまああるということなのかな。なかなか難しい世界だね、頑張っていかないとね。もちろんチャンネル登録者数だけじゃないんですけど、1個の指標とにはなりますもんね。悔しいから負けずに頑張ろう。まあまず10万いきましょう。いや、10万も高望みだな。10万は大目標で、今は次は、6万が間近なんで、次は7万を行きましょう。実直に行きましょう。7万が終わったら8万、8万が終わったら9万、9万が終わったら10万です。ゆっくり行きましょう、行きましょう。急にもう10万行くの当たり前みたいに思うのは良くない。よし、そうやってやったらいずれね増えていくかもしれんからね。一歩ありがとう。ただやってることが最近ね、結果が出てきた気がして嬉しい。嬉しくて毎週月曜日ラジオ終わった後帰ってきてビール飲むんですけど、ビールのね本数がね1本が2本になりました。これは嬉しいですね。ちょっと贅沢して、絶対強いだろ。危ねえ。ちょっと贅沢してビール1本が2本になってますから、これは良くないですよ。緩んでますね、僕もね。ここの面やばいね。てぇ、めちゃくちゃ敵強いな。チャッと言ったらチャッとセーブしよう。うわ、こいつは大丈夫や。これだからいつもヤフーニュースとかで人気 YouTuber 何々が結婚とか何々が再会をね、発表なんていう記事があって、まあ、割と僕もそうですけど、おじさんは誰この YouTuber の記事なんか出すんじゃねえよっていう気持ちに一瞬なるんですけど、あの人たちって本当にすごいんですよ。僕らが知らないだけですごいんです。ただニュース見てると若い YouTuber の記事なんか見たねえねんってやっぱ思っちゃうのも事実ではあるんですけどね。でもやっぱそこは誰やねんと思いながらもすごいなって僕は思うようにしてます。やっぱこうね、同じとこでやってることは違いますけど、すごい人たちなので、あーすげえな、負けんように頑張らなあかんなって、そういうふうにちょっと思っておきます。まあでもカップル YouTuber 結婚って言われると知らんわってやっぱ思うよね。だからなんやねんとかやっぱ思うよね。それもまあ、おじさんの感覚は一般的な感覚じゃないかなとも思いますけどね。またすごいの来た。ありがとうございます、スーパーチャット。もうすげえ、これラスボスだよね、もう。やばくない？じゃあまた出た。なんで急に弱いのが出るんやろ。このゲーム極端やな。ちょっともうハイセーブさせて。よし、
これね、メニュー開いてる画面も時間動いてるんで敵出るんですよ。完璧にここまで行かないとダメなのよ。はぁ、危ない。ありがとうございます、ハイドラールさん、1000ポイントありがとう。10万人いけると信じて進みましょう。ありがとうございます、頑張ります。 Thank you です。久根ちゃんもさっき1万ポイントありがとう。ちょっと CDI 詐欺になるかもしれませんけど、まあ CDI 無理でもなんか頑張ってまた買いますね。ありがとうございます。かな、もうちょいこっちかな。なんかじゃあ なんか何を買おうかな。最近割とだからなんかね、みんなが楽しんでくれるかなっていうゲームは頑張ってチョイスしたり買ったりとかしてますけどね。前回の先週の水曜日に、ダークキャッスルっていうニャニャニャっていうわけのわからん、あのこれはみんな好きそうだなっていうゲームも購入手続きしたんで、まあ、間もなく届くと思いますか。届いたらまたお見せしますね。あとね、シェイプシフターだなんだって日本で買ったやつはもう届き始めてるので、また全部揃ったらお見せする枠をやりますので楽しみにしててくださいませ。よし、敵がなんかね、ダークキャッスルってね、ニャ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 って言って出てくるんですよ。スペランカーとプリンスオブザペル、プリンスオブペルシャと悪魔女ドラキュラを足して2で割ってクソを塗りたくったようなゲームがダークキャッスルだったんで楽しみにしてます。さあ着きました。ハズルケン王子の城に到着しましたよ。これまた強いんだろうね。うわ、炎と死の王子、ハズルケン王子の宮廷に踏み込んだ。一応ね、ダンジョン的にはラストダンジョンなんだって。来た、戦うべき最後のドラッケン、いよいよ決戦だって来てますよ。うわー、ラスダンだって。あれ、中に入れてくれないぞ。ハズルケン王子の城には入れない。アンロックの魔法も効かない。ただ入り方があるぞ。南の門が開いている、北の門は閉まっているから絶対に入れない。あ、たまたま俺ね、南の門から入ったみたい。ごめん、謎解いとったわ、知らんうちに。北の門と南の門がここだけはあるんだって。今までそんなの一回もなかったのに、たまたま俺南門から入ったから普通に入れたわ。ラッキーボーイ、なんか勝手口から入ったみたいな、三河屋のサブちゃんが入ってくる方の扉やな。チュラミカヤです、サブちゃん今日何もないのよみたいな感じだったよ。じゃあ行こうか。ちょっと一回見るね。はい、炎と死の王子やからな。まずは魔法でライトで明るくします。炎と死の王子、火が2番目だからここだな。 OK、 さあどっちに行こうかな。一応2箇所行くとこがあるんだけれども、ちょっと今見ていい？あのね、ドラゴンソードを取れるとこがあるからドラゴンソード取りに行きましょうか。ちょっと本流メインとは外れますけど、アイテムを取れるみたいなんで、これ左行くとアイテム取れるみたいだね。よし、で上に行くとストーリーが進むみたいですね。まあ2つ持ってますけどね。 お前らはハズルケン様が探してた人間ではないか。お前たちを捕まえればハズルケン様はさぞお喜びになるだろう。こ
これをちゃんとファイヤーボールに変えて、はい、行けば大丈夫でしょう。ファイヤーボールね、むちゃくちゃ強いんですよ。マジファイヤーボール最強ゲームですからね。で、どんどん道なりに行くと地下にいいものがある。あとここのダンジョンはドラゴン系のアイテムもあるんだって。さすがラスダンだね。うわー、テンション上がってきた。ラスダン、え、こいつやばい、こいつ嫌、こいつの顔は見覚えがある。アーカ姫の書で見た顔だ。あれ、たまにね、ドラッケンでも戦いにならないってことはなんか情報持ってるかも。私はこの城に潜り込むことに成功し、ハズルケン王子の信頼、あ、スパイしてくれてるってことか。戦士たちは、あなたたちがここに来たならば炎の連合の最後の時は近いでしょう。昼にブラインドホールという部屋で重要なことが行われている。それ以上のことは分からない。あ、昼にブラインドホールに行かなきゃいけないんだ。これかなり重要な情報ですね。アーカ姫のために任務を果たさなきゃならない。アーカ姫に栄光あれ。まあ、アーカ姫って我々の側のドラッケンです。で、アーカ姫が確か涙の数だけ強くなれるよ岡本麻也トゥモロー連合のリーダーなんですよね。で、このハズルケンの城の王子が、炎の連合で、炎連合と涙、炎連合 VS 涙の数だけ強くなれるよ岡本麻代トゥモロー連合の戦いになってるらしいです。で、こっちはトゥモロー側だと思ってください。我々は、商人じゃないか、ドライヌメイ、お前たちは根源の神を冒涜したよ。逃げてまった。なんかあんのかな、たまになんかあることあんだよ。ちょっとね、洋芸で日本語にトランスレートしてあるんですけど、まあ、正直なこと言うと、ケムコさんに大変申し訳ないんですけど、ストーリーがちょっと分かりにくいんですよね。まあ、僕もしっかり全部読んでないっていうのも良くないんですけど、ん、これってどっちの話だっけ、ん、何みたいなことね、意外とあるんだよね。あの、なんだろう、ストーリーが分かりにくいって言った後名前出すの恐縮なんですけど、ストーリーの難解さでいくと、あのね、なんだろう、分かりにくいって言い方良くないな、分かりにくいっていう部分と違うんですけど、これどうなったの、あ、もうこれで終わりなんだみたいな感じはロマサガに近いんですよ。なんか分かってくれる？ロマサガってもちろん僕大好きだし名作なんですけど、ストーリー意外と、あれ、あれ、これ、あ、あ、これ終わりなんや、ここ、あ、そうみたいな、聖杯を取ってきてくれって言って、ドラキュラみたいな伯爵に言われて頑張って取ってきて、あの、取ってきたらありがとうしか言われないみたいな、うー、あ、これ終わりなのみたいなさ。そう、なんかドライというか、その後日談ないのね、どっちみたいな、なんかあるよね、急に終わったりみたいな、なんかね、そのロマサガっぽさみたいなのがストーリーにあるんだよね。まあ、そこは妖芸っぽさみたいなとこなのかもしれないですけどね、うん、それが好き嫌いは出るかも。だから意外と俺ロマサガやサガ好きだから、まあ、いいのかもね、相性はあるかもしれない。お、俺様が成敗してくれる。一瞬で終わった。まあ容量の問題もあるし、もともとがこれフランスのゲームで、あのパソコンのゲームなんですって、その部分もあるんでしょうけどね。ただ何回も言いますけど、このゲームね、クソゲーではないです。本当に散々訳が分からんとか、何すればいいとか、僕も YouTuber なので、この動画見てもらわなきゃ、生放送見てもらわなきゃいけないので、のタイトルの付け方とかね、いろいろサムネはキャッチーにしてありますけど、結構楽しめてますよ。全然やっぱ大人になってからいろいろ理解して遊ぶのっていいんだな、よく分かったね。そうなのよ。
ほんでね、これ毎回あの前回も言いましたけど、必ず、ドラッケン擁護するコメントが流れてて、これはあのダメっていう話じゃないんだけどね、必ず擁護する方のコメントが面白いのが、理解すれば面白いですよっていうこれがね、僕ね好きなんですよ。ドラッケン派のみんなが理解すれば面白いんですっていうのがあ、確かになって思うんですよね。これ確かに確か、理解すれば面白いなって。あ、で逆に言うと、ちびっこの頃みんな理解できんかったんやなって、俺も理解できんかったし、みんな一緒なんやなっていうね、共感が持ててね、嬉しいです、ね、でみんなドラッケンを語るときは理解をすれば面白い、これでいきましょう。理解するとね、確かに面白い、悔しいかな、よくできてる。ただスーパードラッケンが残念ながらこのシステムじゃないんだよね。だからなんかこのシステムのドラッケンの続編がやりたかったな。なんかあの僕とかだとちょっとそうじゃないゲームが好きだったりするので、あれいいのか、あ、びっくりした、一個今宝石ないぞって思ったけど、いい、あと一個でいいんやよね、びっくりした、びっくりした、大丈夫大丈夫大丈夫、知らんうちの宝石満タンで OK なんかと思って、また一個足らんぞと思ったけど、大丈夫、失礼しました。いや、こんだけいろんなゲームやらせてもらってる、やらせてもらってる僕から言わせてもらうと、やっぱちょっとあかんやろっていうところがあった方が愛着が湧くんだよね。完璧なゲームだと物足りないですよ、逆に。スーパードラッケンがいい出来だと残念なのよ残念もっとなんか突っ込まさせてくれよっていうところを残してほしいんだよね。なんか出来がいいわっていうね、なんかちょっと悔しくなっちゃうのね、悪い出来になってほしいみたいな。それもおかしいんですけど。お、皆さんここに、Aのありますよ、イエーイ、素晴らしい。これええのあんねんな、カラなんカラビンや、え、なんでどうしてか倒す、なんでカラビン調べたら中に入っとったん、もうびっくりした、なんやあのなんか魔人入れとく壺みたいなやつってことか、びっくりした、めちゃくちゃびっくりした。まあちっちゃくなって入っとったんやろね、ポンっていったらプシューって出てきたんやろな。わあ、じゃあドラゴンクラスの予備が手に入るので、でもねこいつも装備できるんですよ。こいつに装備させた方がいいよね。ねえ。パワー、そうね。そうね。これで正直なこと言うと、何回も出たり入ったりすれば何個でも取れるのですけど、まあね、それでいいんですけど、時間はかかってしまうので。まあそこどうするかっていう話だな。取るのは1個しか取れないんですよ。で下はやっぱドラゴングリーブなんだよな。まあこれ装備しちゃうかとりあえず。あ、ドラゴンクラスはダメなんだ、僧侶ダメなんだね。まあそりゃそうか。じゃあ渡すで、カールルース持てないか。じゃあ、うわー参ったな。ドラゴンクラスなので、これをヘビークラスっぽいしようか。うん、で、そうね、カールルースのドラゴンクラスをルイスに渡して、ルイスがライトグリーブなんだよね、だから
そうか、スタローンも持てないのか、もうパンパンやな。なるほど、じゃあ、ちょっと待ってよ、これを一個こっちに渡して、でこうしてこいつで拾えばいいやな。でこいつがこのまま装備、ドラゴン、ドラゴンで予備で、でこうか、はい、でパンパンで空きを作りたいが、予備が2個あし、いいね、2個あって、こっちも予備があります。でこれポイ捨てでいいな、はい、これポイ捨て、こっちもポイ捨て、ハイパーシールドが、あ、予備があった方がいいか、じゃあこいつにハイパーシールド持たせといて、きついな、持ち物制限が、持ち物制限きついな。でドラゴンソードを彼で取ると、で彼も装備できたはず。うわー、ドラゴン3兄弟来たな、これはでかいっすね、これはでかいっすよ。でロングソードっぽい、いやかっこいいね、いやかっこいい。要するにここにドラゴン兄弟の登場であるですよ、勢ぞろい、ドラゴン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 か。でこっちが、これヘッドだけ違うんだよね、だからヘッドがね置いてないんですよね、残念。でこのプラス2もったいないからこっちにしていこうか。でこれパワーヘルム、まあしょうがないな、しょうがない、よし、いいっすね、いやーすごい、勇ましいわ。なら一回出てセーブしてボスのとこ行きましょうか。よし、一回このすぐ出れるシステムはいいよね、これはとてもいい。でセーブをして、いやーかっこいいな、かっこいい、じゃあ行きます。いやいよいよですよ、これも勝てるんちゃう。調べる、火よいしょ、一応ライトの魔法使っとこうか。あとね、こいつがね、ヒールメジャーっていう、まあ、ベホイミみたいの使えるんですよ。あ、いかん、冷えてきたな、ちょっとストーブつけていい？夜やっぱ冷えるね、冷えてきた、ぐっと寒くなってきたね。いや平日にこんな今1000人ぐらい、うわ嬉しいな、うわ平日に1200年 YouTube のみんなありがとう。すごいよ、 YouTube 1200人平日、ニコニコが、まあニコニコちょっと人数わかんないですけど、まあ、大体2、300人かな、いつもありがとうございます、ありがとう。うちのチャンネルはこれを言ってもやっぱすごいですねってちゃんとみんなで盛り上げてくれるからいいよね。よそのチャンネル行くと、同説1200人は雑魚とか言う人絶対おるもんね。まあそれそうなんかもしれんけど、まあいいやん、楽しいやっとるんやでな。よーそういうコメント見るよね、予想で見とると、ああいうの見るともう一気に怖っと思うわ。よし、そうなんでしょうね。これやべえ、壊れるぞ、下手すぞ壊れるな、逃げよう。よし、さあじゃあ行きますよ、どんどん左で OK みたいな、で上
当はこういうとこ調べたらいろいろなんかあったりするんですけど、もう無視してくね。また今日も深夜になりかねんからな。ご主人様お忙しい。シャツ、もうシャツのせいで新しいもう拾えんくなるから捨てるね。もうシャツはいりません。ちょっと緊張してきたな。ケムコさんすいません、言います、こんなゲームなのに緊張してきましたこんなゲームで言ってまた、ケムコさんまだちゃんとね会社 ありますからね。あれ、あ、こっちでいいのか、右だ。広島の会社じゃなかったかな、ケムコ元ことぶきシステムさんですね。いいよね、昔ケムコって初めて聞いたらナムコの偽物なんかなってやっぱ思ったことあるよねとんでもない、ちゃんと今もやられてる会社さんです。今スマホゲームとかを作られてるんですよね。ケムコの担当の方見ていらっしゃったらよろしくお願いします。見てないと思うけど、こいつ下手すると壊れるな向こうが壊れました。面白いな、向こうが壊れたわ。よし、もろいのがバカーンって壊れるもん。よしよし、およっしゃ、レベル上がった。お、コンフューズ覚えた。これ混乱ですね。もうレッド・ツェッペリンの名曲デイズド・アンド・コンフューズドを思い出しますけどもね。やったな、デイズドの意味が分かんなかったですが、コンフューズドは混乱かなって思ってたけどね。相手 FF でいうコンフューってコンフューズドのコンフューだもんね、あれね。おかしくなっちゃうね。恋愛と一緒ですよ、人を狂わせるんです。コンフュ、よし上がろう。これボス一発で決めたいな。結構遠いから面倒だもんね、これ大変だな。鍵がかかって、よし、来た来た、ボス来ました。ハズルケン王子です。虫けらも大変だな、人類を救うためとはいえここまでの道のりは大変だっただろう。しかし安心していいぞ、旅はもう終わりだ。ここでお前たちは死ぬんだからな。うわー、いきなりバトルになる。ちょっと待った、これきついね、いきなりバトルになるのは。こうなるとスタローンとカール・ルイスは勝手に行くのでパワーに変えていけばいいんですけど、ミワと、とにかくミワを離したい。なのでここはパワーパワーで、こいつさえ助かれば。いやーいやいやーいしゃ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 い、なんか勝った。いや正直アーケン王子戦みたいに苦労すると思ったら、なんか勝ちましたねなんやねん、なんか勝ってまったやんけ。このもぎょもぎょ言っとるし、アーケンが強すぎたのかな。皆さんありがとうございます
なんやねん。じゃあもぎょもぎょ行きますよ。うわうるさいなこの音。ハズル犬を倒した途端、草原の寺院の司祭が現れた。あのお寺の生き返らしてくれた人や。ご苦労であったな人間、これで悪の根源は絶った。寺院のねその方は結構助けてくれたの。今まで生き返らしてくれたり体力回復させてくれたり。8つのジェムを第9の涙に変えるのみ。そうすれば全能の神は必ずやこのドラゴンの世界とお前たちの世界を救ってくださるだろう。そう、神が怒ってね人類を滅ぼすって言い出したのよ。で神様に言われたのがドラッケンを倒して8つのジェムを集めてこいって言われたのよ。でもあそうか、その集めてきたらドラゴンの世界と人間の世界を救ってくれるって言ったよな。ちょっとよう分かってないけど、まあそんな感じ。これでいいのかな。これでドラッケン、まあドラッケンのいいやつとドラゴンと人間の世界の調和が保たれるってことかな。ねえ。共存できるみたいなことなのかな。あージェムが輝いている。これでどこ行けばいいんだろう。これで寺院の司祭が現れご苦労だったと伝える。暴君の最後、善が悪に勝ったのだ。終わりだそうです。だって終わりって書いてあるもん。スーパーヒントブックには終わりって書いてあるもん。そうなんだってエピローグって書いてあるよ。戦いは終わった、すべて終わった、8つの宝石はまばゆい光に輝いている。あーでもごめん、あーごめんごめん、あったあったあったわ。目的地はただ一つ、神々の降り立つ聖地に向かおうやって。あとはすべて神が取りなしてくれるはずですって書いてある。聖地ってどこやろ。したエピローグって書いてあるからもう、なるほど、一応8つのジェムを集める旅は終わったってことね。そういうことか。これで終わってあとは自由に行動して敵を狩れますよってことかと思ったら、すげえゲームやなと思っちゃったわ。じゃあ一回出ます。ちょ隣の部屋も探索してみようか。いやありがとうございます、勝ちましたね。なんかこれで本当に終わりだとしても妖芸だから納得してしまいそうな自分がいたよね。まあそうなんて言ってる。お、これ敵大丈夫。あーいかんいかん、人間これまずいまずい、人間人間人間危ない、あいつ破壊してくる可能性あるから。じゃあ聖地に行こうか。まあ第9の涙に変えないといけないんだよね。じゃあ一回出まーす。ということでハズル犬王子戦、見事勝ちました。あ、曲が変わった。これもうクリアじゃないの。これクリアじゃないの。これそうね、ドラクエでいうもう各町を凱旋してみんなのこうお話を聞くみたいなことじゃないのかな。ね。まあでも多分聖地に迎えってことは、皆さんご意見様々あると思うんですが、1個だけ行ってないとこがあるんですよ。てかまあ正確に言うと入れなかった部分があるんですよ。
ここに入れなかったんですよ。でここの部分が多分聖地って言われてるとこで、ここに入るとなんかあるんじゃないかなって思うんですよね。行きましょうか。確かに滑走路みたい。じゃあちょっと今から滑走路目指して、最終エリアに行きたいと思います。ただ皆さん、妖芸なんで最終エリアに行ったら最終ボスがいるとかそういうこと考えないでくださいね。そういう期待感持たないでくださいね。僕もどうなるか分かんないですけど、こんなもんそこ行ったら多分神が降りてきて、ようやったエンドって出る可能性もありますからね。あんまり過度な期待をしないでくださいね。パソコンのゲームですから、ようやったなエンドっていう可能性ありますから、ね、全然ありますよ。よし、ようやったようやったようやりんしゃった。わしからプレゼントをやろう。敵が強くなった2周目じゃエンド、この可能性ありますからね。出てあるよね、コングラチュレーション、ナイスプレー、ハイレベル、ネクストステージ、プッシュスタートボタンっていう可能性全然ありますからね。もうええわってみんな言うやつやね。痛い。OK。さあどうなるやろう。でも楽しみだなあね。まあ忍者服部くんしかり、お化けの Q 太郎、お化けの Q 太郎ワンワンパニックは何も出ずに普通に幻の16日目が始まるというだけですからね。幻でも何でもないですよ。16日目という2週目が始まるだけですからね。 OK。 まあまあエンディングのないゲームっていっぱいありましたからね。ただやっぱワンワンパニックに関しては頑張って14面か全部やりましたけどね、まあ、何にもないっていうのはやっぱ改めて切ないなって思いますね。やっぱね、コングラチュレーションぐらいはあってもええんちゃうってやっぱ思うよね。全14面で2周目という名の1面が日にちになってるんですけどね、15日目になるだけだっていうね。なんじゃそれっつって。今更だけどこのパーティー全部男ですよね。何言ってるんですか。三輪さんとカルーセルさんに関しては性を超越した存在ですからそれね、人間の生き物の中の性という概念にとらわれちゃいけないんですよ。そういう人たちじゃないんです。三輪明宏さんとカルーセルさん超越して、まあ、超人ですから。どっちかというとゆで卵の管轄の管轄内ですからね。これやばい、これやばい、壊される壊される壊される、縦壊れる縦壊れる、よし逃げた。よし、だって三輪さんの HP がシクフティないんですからね、やっぱり。やっぱ三輪さんも好きなのかな、やっぱりそういうのはね。あーもうびっくりした、もう危ないな、もう。ちょっと毒だけ直そう。この音楽むちゃくちゃいいね、気持ちいいね。なんかクリスマスに聴きたいな。クリスマスに恋人となんかロマンチックな時にかかりそうな曲でいいな。我々の大好きなエロゲー、もう当時の男のバイブル、同級生2の中だったらエッチシーンにかかる曲だよね、これ。てーん、てれれれーんってこのエッチシーンの曲見てやん。すげえいいやん。てれれれーん。てん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 、はよあっち行って、よし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 、よう出るな。 OK、 LR を連打すると、逃げれます。ただまあ逃げれますって言いますけど、敵の方が勝手にやってきて LR 連打すると敵が勝手に逃げてきます。こっちが逃げてないんです。なんで LR を連射すると逃げれるというのはちょっと間違っていて、 LR を連打することで敵の
戦闘力をこう削いで敵が敵対する気持ちをなくすというのが正しいですね。もうやっと連はありがとうございましたという気持ちにさせるという、そういうことでしょうか。これはもうあんたたちとはやっとられませんわ、どうもありがとうございました。それが LR 連打なんですね。だって敵が逃げていくもんね。あ、入れた。皆さん禁断の ついに入れましたわ。禁断のついに入れた。これ今まで入れなかったのに。うわー、どうなるんでしょう。皆さんこれエンディング近づいてますよ。行きましょう。行きます。あ、敵はでも弱いまんまだな。もうやっとられませんわ。よし。うわー、この辺、あ、光っとる光っとる、光ってますよ。敵弱いな。光ってますよ。ここが聖域なんですよね。来た。ものすごい行さん来たよ。え8つの宝石を天に交わすと4人の神が天から現れた。神々の放った強い光はやがて第九の涙となった。神は言った。ここは神々の国。全てがここで始まり、ここで終わる。光の涙が原始の混沌が幾千の生命の聖なる炎が混沌の軍隊を放ち夜を照らし正しい秩序を取り戻す。四つ位のドラゴンは溶けて一つに、そしてそれぞれの役割を果たす。人間よ、そなたの知恵は唯一そなたの勇気と見事に調和し、そなたの壮大なる戦いにより正義が守られた。さあそなたの世界へ戻れ。人々にこう伝えるがいい。ドラゴンと戦うことは己の運命をも破壊することだと。再び壮大なる挑戦がそなたを待っている。今ちょっと攻略本を読んだんですけど、僕も皆さんもそうだと思いますけども、正直ようわからんけどこれがグッドエンドだそうです。やだ終わりました。いやー、やりましたね。いい話でした。いや、ありがとうございます。すごい。まあ、要するに人間ドラゴンの世界があったんだけど、人間が自分の世界を住みやすくするためにドラゴンを討伐して、それで神が怒ったんですよ。でドラッケンっていう、ドラゴン人間の島があって、そこでジェムを集めてこないとお前ら人間の世界滅ぼすぞと神に脅されたので、ドラッケン島にやってきた主人公たちは、まあ、ドラッケン島で、見事活躍をしたので神に見初められて認められて、滅ぼすのはやめてやろうと。そしてドラゴンをいじめるな、
いろんな生物がおって共存するのが当たり前なんやぞ。人間生きとるのはおめえらだけやねえぞアホ、と神に叱られたということだと思います。深いね、深い。いやすごい。そうね、やっぱ人間がちょっと横柄なんですよ。いや、よくない。人間は自分たちが一番利口だ、自分たちが一番地球上ではね優れとると思い込んどるもんね。でやっぱ神が怒ったんですよ。いやそしてプレゼンテッドバイケムク、いいですね。カミングスーン、ドラッケン2、スーパーファミコンで出てない、ということでございまして、改めてスーパーファミコンドラッケンオールクリアです。ありがとうございました。いやありがとう。いやー、ね、感激しましたよ。皆さんいかがでしたか。なんかね、まあ最初は操作がようわからんっていう、ドラッケンっていうのはそれでおなじみのゲームですけど、クリアしてみると操作はよくわかったんだけど、結果物語がようわからんっていうことで終わる。やっぱりわからんわからんでやっぱ終わっていくゲームなんですね、やっぱりね。でもこのわからんさが何かこの不思議な魅力を出しているっていう感じはあるかもしれませんね。いやそうですよ、我々人間もね、他の生物と一緒に生きていかなあかんな。そうそうそう、あ、僕が思い出したのは、アメンボだってドラゴンだってドラケンだって、みんなみんな生きているんだ、友達なんだ。はい、皆さんも、命を粗末にせずに、地球はいろんなものの生き物という意識をつけていきましょう。ありがとうございました。まあでもそういうことやもんね。あ、よかったですね。ドラッケン2、スーパーファミコンで出てないんですよね。そのスーパードラッケンがドラッケン2なのかな、それともパソコンではドラッケン2あるの、え、あるのかな。いやでもパソコンでドラッケン2があっても問題なのは、多分トランスレートされてないでしょうね、日本語にね。日本語にトランスレートされてればいいけどね。あ、残念ながらドラッケン2はないです。あ、確かないと思います。あ、じゃあもしかしたらあるのかな。まあ、英語のバージョンのゲームやるのってなかなかハードル高いもんね、理解するのがね。ただでさえ理解できないのに英語なんてもっと理解できんもんね。あー、もうなんもならへんわ。うわー、はい、ということでございまして、ドラッケンオールクリアでした。いかがでした皆さん。僕は今言ったみたいに結構楽しめましたけども、いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ感想なんかも書いてください。あー、すごい、ハディさん10件のメンバーシップ、5000円相当です。ありがとうございます。すごい。すごいですね。ありがとうございます。しのぶさん他、皆さんに当たられましたので、またメンバーシップの放送もございますのでね、ぜひ楽しんでください。ということで、ハジさんすごいありがとうございます。いつもすいません。大丈夫？お金持つ？すいません、いただきます。ありがとうございます。いや、ハジさんだから僕が引退するまであと30年やりますから、30年分前払いで3000万先にもらってもいいですけど、ありがとうございます。まあでも3000万先にもらってしまうとね、 Google さんに抜かれるお金もえぐいんで、やっぱ今まで通りでいきましょう。ありがとうございます。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、たくさんの方に当たりました。ということで皆さんいかがでしたか。まあやっぱフランスのゲームなんで、なんか単純に
ね、善が悪を倒すっていうことではなくて、本当に人間の生ける者たちのこうお前ら一人じゃないぞ、考えろよみたいなことをゲームに落とし込んであるっていうのを感じたね。ちょっとやや分かりにくい部分もあったんですけど、まあまあまあ、なんか確かにそういうのあるんだなって思いましたね、やっぱね。人権、ドラゴン権、ドラッケン。いいですね。パソコンでもないはず。あー残念、2は聞いたことない。あー2はポシャったらしい。じゃあもう続編はスーパードラッケンしかないんだ。ちなみにスーパードラッケンはパソコンの移植、それともスーパーファミコンオリジナルなのかな、それともケムコオリジナルなのかな。ドラッケンの名前だけ買ってケムコさんがスーパードラッケンにしたのか、それとも SNES をスーパーファミコンにしたのかな。こうなってくると皆さん続編のスーパードラッケンどうしようかという話になるわね、やっぱね。これは一つ、これ、はい、スーパードラッケンは国産のオリジナルです。スーファミのオリジナル、ケムコオリジナルです。なるほど、じゃあやめとこうかやめとこうかわかりました皆さん、スーパードラッケン、ここ 1,2 年どこかでやりましょう。ありがとうございます。いやもうだからうちはドラッケンチャンネルとしてもいいかもしれないですね。まあ作品が2本しかないんですけどもいやスーパードラッケンもやるしかないでしょう、やっぱり。あのやられた方からコメントいただくと名作ですっていただいてるので、まあスーパードラッケン挑戦すると僕も皆さんも、あーいいゲームやな、残念っていうよくわからん感想になるかもしれませんねいいゲームでいいはずなのに、あー良作になってますね、残念って、多分そうなっちゃいますよね、やっぱりねいいゲームになるとみんながっかりするっていう、なんか逆転現象が起こってるっていうね。こんなのドラッケンじゃないと、もっとウェアウェア言ってほしい、いいゲームだな残念。ちなみにマッピーくんが言ってるのドラッケン2は PC、 アミガ、 SNS、 FM タウンズ向けに計画されていましたが、残念ながらドラッケン2は 未発売でやっぱ中止になっちゃってたんだって。あそうなんだ。で代わりにケムコさんがスーパードラッケン、まあ、代わりにというかケムコさんオリジナルで作られたんですね。ドラッケンの名前だけ多分あの買ったのか権利だけ得てってことですね。スーパードラッケンめちゃくちゃ面白いです。あそうなんだ、へえ。フランスのゲーム雑誌にスクショだけ掲載されて、あースーパードラッケンちょっとやってみようか、じゃあ。わあ楽しみですね。いやいや、やりますやります、どこか、まあすぐにではないですけどもね、やりましょう。あードラッケン基金200ポイントありがとうございます。あじゃあ今日、たくさんスーパーチャットいただいたのでスーパードラッケンを、買います。でも高いんで、フリマッピーくんに借ります。だって高いもん、借りた方が儲かるやんだって買った、だって買った1万円ぐらいするもん、安くても8000円するもん、もったいないがね、もったいないがねこいつレンタル料ありがとうございます。分かりました、
フリマッピー君レンタル料っておめえうちのおめえ実家の近所にあったおめえビデオレンタルポケットがやっとったファミコンレンタルみたいなこすいことやめろよやっとったな本当に。ビデオレンタルポケットでファミコンのレンタル始めましたって。昔あの著作権のね著作権に緩い時代でしたから、それでおめえファミコンのゴーストバスターズ2泊3日で500円で買ってひどい目にあったことあるんですから僕。こう説明書は貸してくれんからやっていいわけわからんからもう500円返せってうちの おとんと一緒に怒鳴り込みに行ったことあるもん俺なんやねこのファミコンのゴーストバスターズ全然ゴーストバスターズじゃねえやねえかって言って怒って返しに行ったことあるもんそんなこと昔ありまして、はい、ということでございまして、まあ今日早めの終わりでいいですね。はい、早めに皆さんお休みいただいて、この後はまあ、夜中まで気が狂ったようにやっているね YouTuber や VTuber の方のライブを見てください口が悪いそして皆さん、ドラッケンはこれで終わり、そしてという接続詞おかしいですけどもこれでドラッケンは終わり、ご視聴ありがとうございました。やっぱり最近攻略本買うのがやっぱ僕楽しみでもありますから。さあ本日はこれで終了でございますけども、なんと先ほどもご紹介しました明日もうバッチリ買ってあります。もう明日です。新作リメイク版プレイステーション5 XBOX シリーズ SX さらには Steam で、今話題でございます新作アローンインザダーク発売記念といたしまして、なぜなんだ初代 3DO リアル版アローンインザダーククリアまで配信いたします。すごいですよね。ちなみに明日リメイク版発売だそうでございます。むちゃくちゃね、まあ、あんまり言っちゃいけないかもしれませんけど、本当バイオハザードの7、8とかああいう感じみたいになってるんです。めちゃくちゃアローン・イン・ザ・ダーク出来がいいんですよ。新作もう検索してみてください。結構海外で人気なタイトルなのですごいね話題になってますよ。でファミ通さんだとアローン・イン・ザ・ダークの特設サイトもできてるぐらいなんですよ。で、明日発売でかなりいろんなクリエイターの方の動画とかプレイ動画とかクリエイターの方のインタビューとかもファミ通さんの特設サイトに、出てるので、日本ではちょっと馴染みのないタイトルかもしれませんけど、かなり海外の方には注目されてるそうでございます。そしてバイオハザードが出る一つのきっかけにもなったそうです。あのバイオハザードのクリエイターさんも影響を受けたとかっていうこともどっかで見ましたので、はい、なかなかなタイトルですからアローン・イン・ザ・ダークっていうのは。なんでおそらくものすごいいい出来なんでしょうね。過去に1時間だけ配信でやりましたけど、僕は好きです。僕はということでございまして、大体どういうゲームか分かったと思います。はい。でもね、時代を考えてもよくできてると思う。味方としてはみんなは知らないバイオハザードの元のゲームを見るっていう感覚で見ていただければ多分楽しめると思うので、はい、残念ながらポリメガとか使えませんので、3DO リアルを引っ張り出してきて実機でやりますので、おそらくは、まあ、先に言うとあれですけども明日水曜日1日祝日だけではクリアできないと思いますので、はい、おそらく今週の土日もやることになると思いますので、おそらく3日間、挑戦になると思いますが、ぜひ、皆さんチャンネル登録とグッドマークしていただいて、一緒に楽しんでまいりましょう。ちなみに明日は祝日ですけども、ごめんなさい、こいつのせいで
少し疲労感があるので明日も夜の20時からとさせていただきます。こいつ呼ばわり。本当はそのお昼からやろうと思ったんですけどね、もうちょっとお昼はゆっくりして、はい、明日も20時の夜、20時からお届けします。まあ、なので明日水曜日、さっき言いましたけど水曜日、土曜日、日曜日3日を覚悟したと、皆さんお考えくださいませ。よろしくお願いいたします。さあでは、本日はこれで終わりですが、最後に3月は YouTube の広告費が高いと言われておるので皆さんにお願いしたいのが、明日の配信の時間まででいいので、ドグチューブアーカイブをたっぷり流して広告もたっぷり再生してみんなが笑顔になろうのコーナー。ハンドパワー、ハンドパワー、ハンドパワーです。はい、ということでございまして、皆さんに再生していただくと3月は特に嬉しいです。再生するとね、あの寂しい一人暮らしの方なんか音が出てるだけで嬉しいですからね。音をちっちゃくしてかけっぱなしで寝ていただくと朝起きると、ああまだやってんのかとなって思わずにんまり回ってしまい、笑ってしまいますからね。はい、じゃあ今日は何しましょうかね。ハンドパワーです。なんでハンドパワーなったんやろ。今日は何しようかな。前はあの無理ゲーレトロゲーム途中セーブまでかけて寝てねっていうの言ったと思うので、皆さんが興味ありそうな、これいきましょうか。じゃあですね、 OK、 バイオハザードって言ったのでこれにしようか。バイオハザードって言ったのでわかりました。はい、じゃあこれにしましょう。あ、これいいんじゃないですか。はい、これでも全然短いですよ。こんなのでいいんだ。まあ今日これにしときましょう。じゃあニコニコがこうか。あーでもこれ俺見たいかも。今日見よう。何年前だこれは。あ、このタイトルの付け方があるゲーム実況者の子みたいでちょっといかんなこれ。まあいいか、昔の話やから。はい、ちょっと多分僕も意識したんでしょうねこれね。これ意識したんでしょうね。失礼、あれ、だからこうか。あ、やっぱちょっと疲れとるな。人間は週1回休まなあかんね。はい、失礼しました。はいよ。すごいな、もうゲーム実況者の小島くんみたいな、小島天一くんの名前の付け方と同じだよね。クリアまで終わらないバイオハザードコードベロニカ行きましょう。こうして静けまチャンネル、お疲れ。頑張ってますね。こんにちは。どうも。いい天気ですね。これ晴れ晴れとしたさつき晴れでね。どうですか。おわあ。ちょっともうこれ無理じゃねえの。クリアスローベのさいさいさい。そい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 さっさとそいそいさっさとそい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 と行くてけてん。もう俺もこれクリアできっかな。嘘嘘だ嘘だって。やっぱり置いてくの意地悪いな。分かった分かった、置いていくよ。あ、これ一回出なあかんやつ。ちょちょちょ、そのビービー言わんといて心が疲れちゃうからね。
お、こういう感じ。マジかよ。あれ、これなんや、やっぱ一回出なあかんか。しゃあないな。だってナイフも金属やからね、多分あかんでしょ。怖い。なんやねん、もうめっちゃ怖い。ごめん、俺ね、怖いね。あれ、バビバビ、あ、これでこうか。はい。属な。ね、これ。裸んテントで地方として出るって出るの中に、まあ灯籠連れて行かれ。怖い。怖い。ああ。なんか奥になんか見えとるね。ちょっと歌歌おうか。よいしょ、嵐を起こして、あ、嵐を起こして、静かは空洞だ、あ、嵐か嵐で、嵐の大野くん、大野くんの嵐の大野くん、すべての大野くん、嵐の、おい、やったー、大丈夫やった。まあ、あの、こんな感じで頑張ってるんで、ちょっと見てやってもらってもいいですかね。もうね、4、5年前ですからね、頑張ってますね、彼もね。まあ、彼も悪い子じゃないので、頑張ってるんで、コードベロニカ、こちらの方を再生していただければ、幸いでございます。こうやってね、アーカイブも見ると面白いんですよ。今との違いが見れたりとかね。はい、もう4年も前ですか。はい、ということで本日ご覧いただくのは、あ、1900何年、これは2020年か、4年前、2020年、バイオハザードコードベロニカに挑戦をご覧いただきながらお休み、ください。明日はアローニンザダーク挑戦してまいりますので、ぜひ一緒に楽しんでまいりましょう。それでは、皆さん、クリックのご用意よろしいでしょうか。運営コメント、そして YouTube の固定欄のチャット欄の一番上の固定のクリックですね、ぜひクリックしてお休みください。それではクリックまで5秒前、あ、4、3、2、1、クリッと。はい、ということでクリックして、ぜひ素敵な時間を過ごしてください。つけっぱなしにしながら他ごとやってるのおすすめです。まあ、だいたい見る人は生放送でもアーカイブでも似たようなもんですから。それではまた明日の放送、次の放送でお会いしましょう。皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。あ、毎回これぐらいの常識的な長さで終わりたいな。今日この時間で終わった感じあるけど、日曜日11時間やってんだよな、12時間やってんだよな。Fantasma